皆様、大変長らくお待たせいたしました。本日は大変お忙しい中、日本マクドナルド株式会社、異物混入に関します記者会見にご参集賜りまして、誠にありがとうございます。私、本日の進行を務めさせていただきます、日本マクドナルド株式会社、PR 部の蟹谷健司と申しますどうぞよろししくお願い申し上げます。 本日、まず最初にご報告させていただきます。代表取締役社長のサラ・エル・カサノバでございますが、現在、海外出張中でございまして、その日程を急遽切り詰めて、現在、帰国途上にございます。そのため、ここにご参加させていただくことになって、ご参加させていただくことができません。その旨、あらかじめご報告させていただきます。 それでは本日の登壇者のご報告をさせていただきます。まず、日本マクドナルドホールディングス株式会社代表株式会社上席執行取締役上席執行役員青木武彦でございます。<laughs> 続きまして、日本マクドナルド株式会社取締役上席執行役員久間秀人でございます。 以上この二名よりご報告をさせていただきます。何卒よろしくお願い申し上げます。本日はお忙しいところお集まりいただきまして誠にありがとうございます。日本マクドナルドホーディングス株式会社の青木と申します。会見の冒頭にあたりまして、今回の異物混入の件に関して。 多くのお客様に多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたそのことに対して深くお詫びを申し上げます大変申し訳ございませんここからは着席してお話をさせていただきますので失礼します本日 お集まりいただいた、私どもの方からお話をさせていただきたいことが3点ございます。第1に、今回の1件1件のこういう異物混入の問題に関わられたお客様に対して、改めてお詫びを申し上げたいことと、この件に関して多くのお客様にご心配をおかけしていることに対するお詫びを申し上げたい。 それがまず第一点でございます。第二点につきましては、私どもの品質管理およびこうした商品への異物混入等の件につきまして、基本的な考え方、対応のあり方について、改めてご説明をさせていただきたいと思います。そそれからその次に第三目といたしましまて 今回の何件か今話題になっております異物混入の件について私どものほうから確認ができている事実をご報告させていただきたいと思っておりますその後で皆様の質疑にお答えさせていただきますそれではですねお手元にも資料をお配りさせていただいておりますけれども私ども日本マクドナルドでは お客様からの食の安,全安,全安心安全に対する信頼を回復させていただくべく日々さまざまな取り組みを取り行っております商品の異物混入対策というのはその中でももちろん非常に重要な部分でございます私どものサプライヤー様の製造工程から物流さらには我々の店舗での 調理それからお客様に提供するすべてのプロセスでいぶす混入がない状態を作るべくさまざまな取り組みをしてまいっておりますその中には製造工程そのものを見直すそれから店,店頭の店舗の重機そのものをいろんな形で改善を続ける、まあ、こうした活動も含まれておりますけれども、えー、ただ残念ながら誠に残念ながら 年間、非常に多くのお客様にお食事を楽しんでいただいている私どものビジネスの中で今回お話をさせていただいているような商品への異物混入のケースが発生をしておりますこうした件につきましてですね私どもでは年間多くのお問い合わせいただくお客様からのお申し出に対して 一つ一つ,一つ一つの案件を真摯に取り扱い特にこの異物に関するお問い合わせをいただいた場合にはそれがどういう状況で起こったのかそれがどんなものであったのかお客様はそれ,それによってどういうご迷惑をおかけしたのかこれを一つ一つ具体的にお聞き,お聞きした上えで できる限りそのお客様のお申し出のあった実物をお預かりしそれを専門の外部機関に調査をしてもらうことにしておりますこの調査の目的はそのお客様からお申し出をいただいた異物と言われるものが一体具体的にどういうものなのかそれを科学的に客観的に明らかにさせていただいた後でそれが我々の先ほど申し上げました生産から 店舗の調理それからお客様に供給する全てのプロセスでどういった場面で混入することがありうるのかということを一つ一つチェックをさせていただいておりますでそのそういう活動をする中で当然のことながら必要に応じて保健所への報告もしいろいろなご指導をいただきながらできる限り本当の原因と思えるものに たどり着くべくべ一一件一件精査をしててまいっておりますその結果をお客様には書面でご報告し、ご説明をした後お客様のご理解をいただくべく、お話をさせていただく、これが私どものお客様からのお申し出に対する、通常、我々が行っているプロセスでございます。で,ですから、今回話題になっている件につきましてもです、ね、すべて同様の対応をしております。 でその対応の結果として、す、え、べ、ー、てが明快に、えーまあ、原因まで突き止められるもの、それから残念ながら特定するには至らないもの、現実にはそういうものがいろいろなケースがございます、えー、で,すですが、そのすべてについて、私どもはお客様にきちっとしたご説明を申し上げ、えー、そこで、えー、できるかりのご理解をいただくべく、誠心誠意努力しているつもりでございます。 それではあの今回のですね具体的に話題になりました、今、3件の案件につきまして、現時点で私どもで分かっている、確認をできている内容について、菱沼の方からご説明をさせていただきます菱沼でございます。改めまして、今回は異物の混入してしまいました商品を販売してしまいましたこと、そして多くの皆様にご心配をおかけしましたこと、深くおわび,び申し上げます。申し訳ございません えっと、まず、私、私からはですね、えっと、その個々の案件に関して、えっと、ご報告をさせていただきます。まず、一店舗目が青森県の三沢店で発生した、えー、案件でございます。こちらは、ナゲットにビニールが混入していたというものでございます。発生した日時は、一月三日です。お客様が二十二時四十分頃に、まあ、ご来店されまして、ナゲット十五個入り。 そそれれをををセットおよびその他商品をご購入をされましたドライブスルーでのご利用になりますその後約1時間後にですねお客様が戻られましてそのナゲットの内部に青いあの紐状のものが混入されている、まあ、長さが34センチぐらいであるというその現物をお持ちいただきましてで、えー、店舗の人間にお話をされましたで店舗では、まあ、当然ながら謝罪をいたしまして返金をいたしましてそしてその現物を預かりさせていただき その調査のした内容をご報告させていただくことをお約束させていただきましたその翌日ですねその店舗はその現物を本社に我々の方に送付をいたしまして我々も写真を見たときにですねそのものが、まあ、青いものだったんですがまず私どものサプライヤー様の中工場ではですねそのまず基本的にこのなんていうんですかねこう破片が 入りににくいものを基本的には使用しております万が一入った場合でもですねそれがあのあの容易に発見できるように透明のものではなくその青色のものビニール製であれば青色のものを使っているんですが、まあ、そういった意味でこの今回のこのものが青色だったものですからそれはもしかするとそのあの限定されてない、まあ、あの工場ではんあの混入した可能性があると。 いう判断をして、この当該の、えっ、ー、と生産のする、その単位、ロットですね。その生産の単位の生産ロットを、えー、その日のうちに、えー、あの、販売を中止いたしました。で、その後、えー、お客様、その現物が、ま、届きまして、その現物を、現在はですね、その分析センター、あの、分析にかけております。で、その材質が何であるのか、で、その材質が判明した段階で、まあ、同時に工場でもですね、その青色の。 青色,青色の物質を工場の生産ラインその工場の中で存在するすべてをもうこれすべてあのすでにピックアップしておりますのでその材質のその検査の結果とですねそれと合致するものがどういうものが存在するのかそれを、えー、今分析の結果を待っておりますのでそれが判明次第そのどこに該当するのかどういった経緯で ああのもし存在した場合ですね、それがどういう経緯で混入する可能性があるのか、その辺の調査をする予定で、あのさせていただく予定でございます。えっと、ちなみに、この街頭の,そのロットですね、生産ロットというのは約、約、えっと、1246ケース存在いたしました、でこの1246ケースは、もうすでに店舗で販売を99%終了しておりまして、約まあ10ケースほど。 店舗に残っておりまました、まあ、それでこの1246ケースはですね、えー、226店舗、えー、と全国の14都道府県で販売が、えー、とされましたまずこちらが、えー、とその三沢店の件でございます2つ目東洋町駅前店で発生しました、えー、まあえっ、ー、とーまあ 透明から200色のビニールが混入していたといいういうううそお客様からのお申し出でございますこちらは 12, 時30あ12月31日にですねお客様が、えっと、ベーコンレタスバーガーとナゲットを購入されてそれで召し上がられたところその口の中にちょっと違和感があったんでそれをこう出してみたところその、まあ、透明の、まあ、非常にあの5ミリ程度のビニールのようなものがあったと。 ということで、お客様から店舗の方にお申し出がございました、で対応しました、まあ、これはあってはいけないことなんですが、まあ、対応しました、あのうちのまあクルーと呼びますアルバイトが、ですね、まあ、そちらの、えー、といた,だいたんですけれども、それであのナプキンの上にそれをこう置いて、簡、ま、単、あ、にちょっと置いたんですが、まあ、その時にまに紛失してしまったと、これ、あってはならないことなんですが、まあ、そういった状況でございます。でお客様からもですね、えー、とその 対応させていただいたそのアルバイトからも話を,させてあの話を聞かせていただいたんですがあのこの透明のものということで先ほどご説明しました通り工場で使われておりますのはすべて青色の着色あのされているものですから、まあ、そのこの透明のものにこの,この件に関しましては工場での混入の可能性は低いのではないかと我々は判断しております。じゃあどここかかられれが混入されたのか これはその他のその店舗での混入の可能性を現在確認をしております。まあ、その辺はお客様にもご説明をさせていただいたところでございます。続いて3件目、こちらが4号線郡山の朝霞店で発生したものでございます。こちらはあのサンデーという、まあ、アイスクリームのようなものがあるんですが、このサンデーにプラスチックが混入したといったものでございます。 こちら発生日時は12月の19日です、えー、お昼頃にですに、ね、お客様がご来店されてそのサンデーをご購入されましたでその後、えー、と約30分後にです、ね、お客様が戻られてそのサンデーを召し上がられたあのお子様ですねお子様が、えーあのま、口の中にそのプラスチックが入ったそれであの怪我をちょっとあの口の中をけがをされたという、えー、あのお話がございました こちら特にあのその怪我をなされたということで、ですね特にあの深くお詫び申し上げます、であのー、でこちら、その早速、ですねその怪我を、まあ、なされて、その異物があったということで,で、すねその早速、そのものをいただきました、でそのものは大体いい2、3センチ程度の,そのものだったんですけれども、まあ、お客様がですねその後、えっと、保健所に連絡をなされるということで、ですねでその後、まあ、約1時間後ですね。 保健所の方お二人とそのお客様と店舗にいいらっしゃいましゃまたで,、えっと、その後にですねお客様はまあやあの、まあ、ご説明をされた後にすぐあのお帰りになられたんですが店舗の人間と保健所の方お二人でですねその機械を分解をしましてでその中を確認したところその機械の,そのアイスクリームが出るその,その機械の一部なんですけどそこのプラスチックの破損が発見されました。 まあその発想によって、まあ、今回混入がなされたはしてしまったわけでございますでこの原因なんですがちょっとあの技術的なことで大変恐縮なんですが、あのー、この,そのアイスクリームの機械はですね2週間に1回ほど分解をして店舗で組み立てをしてこれ販売をしてるんですねでただその,、えー、その分解をするあその組み立てをするですねその手順に一部 ちょっとあの本来は取り付けられてなければいけないパーツが取り付けられてなかったことからですねそのシリンダーといいますかそのアイスクリームが出てくる、まあ、その固まるところなんですけどそこのところの加冷却が発生しまして加冷却が発生するといのは要はそのアイスクリームが硬くなるわけですねその硬くなってですねそ,のそれを押し出すそこの一部に使われているプラスチックがにあの非常に大きな力が入って破損してしまったということで。 1> こちらのおで、えー、と1月の6日にですね、まあ、その,あのでこのじゃあその加齢虐が何で起こったのかとそれを早速ですねその機械のメーカーにも調査をメーカーさんに調査をしてもらってやはりそのパーツが取り付けられてないということが判明したわけですがその結果をもとに、えー、と1月の6日 えとえー、お客様並びにその保健所の方には、私どもの方からご報告をさせていただいております。でお客様の方からはです、ね、まあ、その加齢客ではちょっとあの説明がよくわからないということで、もう少し詳しい情報を準備した上で、お客様に改めてご説明をさせていただく予定になっております。 でこちらからかですね、あの非常にあのお子様の,あの,そのおけがの具合を心配しておりますのであのどうですかというお話をさせていただいたんですが、まあ、お客様からはすり傷程度なんであので、まあ、それは、えっと、もう大丈夫ですというお言葉はいただいております、えっと、非常にあのこちらも私ども心配をした案件なんですが、まあ、そういったことでこれが発,発生してしまいました。 最後なんですが、えっ、ー、と外館河内長野店というこの大阪の店舗なんですが、こちらはですね、えっ、ー、とあのポテトからまあ人間の歯が混入していたというお申し出があった案件でございます。こちらの発生した日時は昨年の8月26日になります。お昼頃にお客様がですね、ビッグマックセットこちらをドライブスルーでご購入されて。 それであの,、まあそのまま持ち帰られてお食事をされたとでその後翌日ですねお客様から店舗に、えー、電話で連絡がありましてそのまあプラスチックのようなものが入っていたとでまあそれは今歯じゃないかとプラスチック歯じゃないかというお申し出がございましたでお客様はですね最初にあのポテトを食べたんで、まあ、ポテトに入ってたに違いないというご指摘がありまして、まあ、早速あの私どももですねその 現物をお預かりしてサプ,ライヤーサプライヤー様の工場ですねそれとその店舗あらゆるその可能性を確認をいたしましたであの、まあ、そのサプライヤーもですねあの、まあ、本来で、まあ、本来というかますか必ずこうマスクをしますしそ,のそこでその時に働いていたその従業員にもあのインタビューをしたんですけど、まあ、その,あの歯が抜けたというようなことはないとそれとその,あの店舗での従業員にも全員確認をしたんですけれどもそちらでもあま歯が抜けたことがまあないと。 正直言いまして、まあ、こう消去法で、まあ、こう潰してはいったんですが残念ながらこちらはど,っちどこでまあ混入したのかというのは、まあ、明確には判明はできてはおりませんで、まあ、その旨をです、ねまあ、お客様にはご報告を9月の19日にさせてはいただきましたその歯もです、ねえっと、分析をさせていただいたんですが、まあ、これはあのーまあ、人間の歯であると。 でえー、とただこれはフライをした形跡は上げた形跡はないというのが分析結果でございましたであの、まあ、その辺も踏まえてです、ね、お客様にはご報告をさせていただいたんですが、まあ、お客様のは、まあ、この内容には正直納得はされていないという状況ではございます、まあ、ただ我々はまはその事実をまあお伝えして今日、まあ、に至っているという状況でございます まあ以上、私からご報告させていただきます、はい、あの最後の件につきましては、ちょっとあの最新の情報がございましたので、今、お手元の資料にはございませんけれども、今、ご報告を差し上げたとおりでございます。こうした一件一件のお話をさせていただくと、その一つ一つのことがです、ね、発生したこと自体に対して、われわれがどう思っているのかと。 まあそういうご質問があると思いますけれども、もちろん私どもは、こうした混入というものは、一切あってはならない、それがわれわれの基本姿勢でございます、そのためにできる限りの努力をしているつもりでございます、ただ、残念ながら、の今のようなケース、それとそれにとどまらない他のお客様のお申し出というのは、現実にはございますで、それを先ほど私が申し上げました通り、 一件,一件、具体的な対応をさせていただき、お客様との間でそれを確認させていただき、必要に応じて保健所の、保所の指導と報告を、報告をし、指導を仰ぐと、こういう対応をさせていただいております、でもちろん、私どもの中でですね、いわゆる大きなこれは品質問題であるというふうに認められるような案件が、我々の中で発生したときは、それを直ちに必要な告知をし、 皆様にもお知らせをし、それに対する対応するという活動は、過去にも何年もやっております。ですから、そういった形の品質に関する問題に対する取り組みと、この一件一件の個別の具体的なこういうご指摘に対するご対応というのは、そういう意味では、我々としては、一つ一つの、2つの種類の違った案件に対する対応だというふうに理解をしております。 以上、あの私どもの方から今回の件についてのご説明をさせてさせていただきました。以上、青木と篠沼よりごご説明させていただきました。それでは早速質疑の方にさせていただきたいと思います。 私の方うがご指名させていただきますので、ご指名さ,れてご指名させていただいた方、こ、まあ、とに恐れ入りますが、御社名、お名前をおっしゃっていただき、引き続きご質問いただければと思います。お手元の方にマイクをお持ちしますので、しばらくお待ちください。それでは早速、一番青いファイルを上げておられる今、お持ちしますので、ちょっとお待ちください。 テレビ朝日のアナウンサー寺川と申します1点質問させていただきたいんですが今の説明の中で4件のことについての説明があったと思うんですがこれは、つまりは社会に現在露出してしまっている件4件だと思うんですね。それ以外にも まあこ,れからこれだけまあ8月の件が今になって出てくるであったりまあそういうことを考えると今までもまあ年間に何件かそういう類のまあ異物が混入とまではいきませんがそういうあの問題というのは起きてたんじゃないかというふうふに消費者はどうしても思ってしまうんですがそのあたりであの会社内でまああのしっかりとお客様に謝罪をして終わらせているというケースというのはこれまでにあったのかというのを一つ聞きたいです。 ご、はい、ご質問ありがとうございます、えーまあ、先ほど申し上げましたとおり、私ども、年間に約12億人程度のお客様に提供させていただいております、でその中でお客様からのご指摘というのは、当然、それなりの件数をいただいております、でただ、これが今申し上げましたとおり、こういうお申し出に関しては、一つ一つの問題を、その事象を具体的に突き止め、 それを必要な形で保健所に報告をし、それに対するご指導を受けながら、最終的にお客様にご説明をさせていただくということで、問題の対応の責任を果たしている所存でございます。で、これが、この問題と、それから先ほど申し上げました、全体をすべて皆様にお知らせして、大きな対応をさせていただく、そういういわゆる品質問題。 と個別のお客様のこういうお申し出に対する取り扱いというのは、我々の対応としては違う対応の仕方をさせていただいておりまして、この対応のやり方については、当然、関係各部門であるとか、監督省庁、それから我々も常に一緒にアドバイスをいただいている食の安全の品質の専門家の助言を受けながら進めている次第でございます。 はい、あのすいません、そういった意味では、えっ、ー、と大阪で人の歯が混入していたっていう件と、えー、今回のまあビニール編が入っていたなどのまあ三件はあの別のケースだと今おっしゃられていた中では別のケースだと考えていらっしゃるということですか。はい、あの今私が申し上げたことはですね、あのまあ今回の件というのは、えー、まあお客様が 対外的にこういう案件についてお話しいただいた件でありまして、それに関しては、皆様からもいろいろなお問い合わせをいただいておりますので、具体的にお答えをさせていただいているということでございます、はいえー、続きまして、じゃあ、えー、と一番前の真ん中の。はい テテレビビ東京ワールドビジネスサテライトの大江と申しますあの青森県三沢市のケースについてお伺いしたいんですけれども、えー、この場合ですと3日に混入がありましてそれで同じ工場で同じ日に作られた資材の使用を中止したのは1月5日、えー、その時点でもう99%が販売終了になっていたということで、えー、またこの事例についてホームページに掲載されたのは、えー、昨日6日の夜10時半。えーこの 一連の対応のスピードというのは適切だったというふうに考えていらっしゃるんでしょうかそれとも遅くなったというふうに考えていいいらっしゃまますすかありがとうございます、えー、本件につきましてはですね、えーまあ、最初にこのお申し出をいただきでその時に写真の情報を我々も含めて、えー、拝見をさせていただきました。 でそこで拝見したその異物と言われている青いものについて我々の中で最初に一時判断をさせていただく場合がございますその一時判断の時に、まあ、あのタイの工場の話を我々の方からもしておりますけれども同じ色の同じようなプラスチックというのは工場の中にまあ複数存在しているというのはもともと知っておったことでございますのでそれが拡散する可能性はゼロではないと。 ということで、えー、まあ,あの販売を止めるという決断をしたわけでございます。ですから、それはその情報をいただき、その中身を拝見し、それを判断してえー、まあ、その迅速にあの我々としては行動したと思っております。 このタイミングでの対応というのは日本マクドナルド単独での判断なんでしょうかそれともアメリカ本社の決済を待ってのことなんでしょうかそれでちょっとあのワンテンポ間が空くような感じがするんですけれどもその原因が何なのかというのが知りたいんですあのこ,ういうこうした形の日本の市場のお対応は全て日本マクドナルドで行っております。えー、で私どもがあ,あらかじめ、えー、我々の中で決まっている品質管理 こういったものに対する対応の基準に照らし合わせて、その都度判断をしております。ご質問ありがとうござい、ます一。一つだけです、ね、訂,正訂正と言いますか、あの1月4日にです、ね、あのこちらの使用は中止いたしました、3日の夜に22時40分ごろにお客様があのいらっしゃいましてで、その翌日の1月4日ですね、1月4日にわれわれ連絡を受けて。 あの写真で確認をして、中小決断したのは1月4日翌日でございます。はい。ではえっとこの資料には1月5日とありますが、1月4日ということでよろしいんですか。5日,です5日になってますか。5日ですか。あ、失礼しました。ごめんなさい。じゃあ 1, 1月5日ですか、ね。今す申し上げま,、はい、し,ました。はい。1月5日でございます。しましそう、1月5日でございます。はい、今週の月曜日でございますね。

7月の笠間社長の会見で、母親として自分の子供にチキンを食べさせたいかという質問に対して、イエスもノーもなかったんですけれども、同じような質問をさせていただきます、自分のご家族、それから息子さん、娘さんに対して自信を持って、日本マクドナルドの製品を食べさせることができますか。ご、はい、ご質問ありがとうございます はい、あの、私は、私の家族、私自身も含めて、日本マクドナルドの商品を。今でも、もちろん食べておりますし、自信を持って、家族に食べていただ、食べてもらっております。ます私も同じでございます。はい、同じですか。はい、ポテトに歯というのは、なかなか考えられない部分もあると思いますが、そういう不安も鑑みた上で。ということで、よろしいでしょうか。はい、あの、そういった事象というのは。 えーまあ、残念ながら、こういった形で発生をしているのは事実でございます、ただ、あのそれも含めて、ご質問の趣旨であれば、私としては家族も含めて、マクドナルドの商品を食べ続けたいと思っておりますありがとうございました。そううししまたたらばもう一度向こののの列の、えー、と白いジャケットを見された女性の方です、はい TBS テレビスあのポテトに歯が混入していた件についてなんですけれども先ほど口頭でフライされた形跡はなかったとおっしゃっていましたけれども私どもが行った取材ではどうやらあの店舗の店長が購入者に入っていた歯はフライされていたと述べたということなんですけれどもなぜこういったズレが生じているのかご説明をお願いできますか あの正直言,いまして言った言わないという話にもなりかねないんですが店舗のです、ね、店長に我々が確認をする限りでは店長はそういったことは一切お話はしてないしてないとただまあお客様がそういうふうにあのまあおっしゃられたというのは我々私もあの報道ではあの拝見させていただいているんですが一応あの我々が調べた限りでは店長は実際、伝えていないということでございます。 ではフライはされていないという認識でよろしいんでしいいでょうかはい、あの私どもが入社の分析の結果もですねそのあの油が付着していない油すそれはもう説明はしてあるということですね、はいはい、改めて聞きするんですが、はい、歯が混入した原因は何だと思われますか。改めと聞き どう捉えられているか、教えていただけますかねまあ現時点ではです、ね、まあそのまあ、先ほども申しました通り、可能性をこう潰していくしか、われわれ一つ一つ潰していくしかないんですが、その中では、えー、その考えがたいというのが事実でございます、でそのここで、じゃあ、どういう可能性かというのも、まあ、申し上げるべきではないんじゃないかなというふうに思います。 続きまして一番向こう側のえっとはい女性のはい手をテレビ朝日の大倉と申します。あの今ですね会見であの発表があった異物購入の件以外にでもですね。 京都府宮津市の店舗でホットケーキに異物が入っていたという情報や沖縄県内のマフィンにプラスチックが入っていたという情報もあるんですが日本マクドナルドとしてはこれらについてどう把握されているんでしょうか。 あとまたですねもう一点郡山市の,あのアイスクリームソフトクリームを食べてあの怪我をされていたとさらにこれについてはその店舗での混入プラスチック片が入ったということが分か,った分かり販売を中止したにもかかわらず公表しなかったというのはなぜでしょうかまたその判断が適切だったとお考えでしょうか、はい、あの私の方からお答えさせていただきます。 先ほども申し上げましたとおり、まあ、こういった形のお客様からのお申し出というのは、今回お話し,しているもの以外にもございます、でそれについても、一件一件の対応というのは、基本的には同じ対応、同じ姿勢で対応させていただき、それを告知の必要があるものは保健所に対して告知をし、お客様とお話をさせていただいて、ご理解をいただくと。 ですからそ,れそういった案件、一件一件をですね今、ちょっとここでお話しすることはと控えさせていただきたいと思いますけれども、その具体的なお問い合わせをいただいて、お客様からもそういうことを話をしてほしいというご要望があれば、それに対してお答えをしたいと思っております。そそれからあの,郡山の件ににつきましてはですね本当うういうお子様が 嫌悪されたというお申し出については深く受け止めております本当に申し訳ないことをしたと思っておりますあのでこの問題についてはですね、これも我々の基本的な姿勢としてはその問題はまあ、管轄の保健所に全てをきちっとご報告しそこのご指導のもとに我々としての対応をさせていただくで必要な原因究明をし粛々とそれに対する対応をするという姿勢で取り組んでおります あの保健所への対応というのは、あのー、他の店舗でも行政指導であったり、立ち入り調査があったと思うんですけれども、それに対して消費者に知らせるということについては、あのー、なかったと思うんですけれども、それについては適切だったと思いますでしょうか私どもの対応については、適切だと思っております一番前の、はい、右側の列の一番。はい すいませんフジテレビの田中と申しますあの先ほどからおっしゃっている、まあ、個別の案件についてはまあ告知しなかったことについて大きな品質の問題があるときは告知をすると先ほどおっしゃっていましたがいわゆるじゃあ今回の,この異物混入個別対応のものに関しては一視聴者に消費者に対しては大きな品質問題ではないという,ふうに捉えているということででよろしいですかねべ、えー、ての異物の問題は大きな問題だという,ふうに思っております。 ただ、私が申し上げましたのは、一件一件の個別案件というのは、いろんな形でいろんなところで起こる可能性がございます、でただそれは、多くの広がりをもって継続して発生したり、それからもちろんのこと、大きな健康被害を及ぼしたりということではない案件がに対する対応のことを申し上げております。 ですからそこがあの私どもの対応の仕方の基本的な違いのところだというふうにご理解いただければありがたいと思いますアイスクリームは怪我をされてますけれども、それは公表しなくてもよかったんでしょうかね、今の話ですと、そういったことであれば、直ちに公表した方がよかったんじゃないでしょうかあのアイスクリームの件につきましても、非常にその件については、私ども、申し訳なく思っておりますけれども、 えーまあ、保健所、お客様に対する対応というのは適切であった、でそ,れにそれに加えて、そういった案件をさらに公表していくということについては、私どもはその必要はなかったというふうに判断しております消費者はかなり今回の問題で不安に思っていると思うんですけれども、年間にこの異物混入というのは、大体大まかな数字でどれくらいあるものなんでしょうか。あのお問い合わせは非常に多くあるんですけれども それが具体的にどういう問題だったかということを特定するためにはいろいろなプロセスがありますし、いろいろな状況がございます。ですからそれを一概に何件という形で申し上げることは控えさせていただきたい,と思います。いわゆる数十件なのか数百件それとも数件なのかそのぐらいのレベルではどうでしょうか。あのそれについても責任を持った発言回答という形でなかなか数字を申し上げることは。えー まあ控えさせていいいたただきたいと思いますい最後にその、まあ、結局原因混入の究明ができないものがあると思うんですけれども、それに関しては結局そのままになってしまうんです、例えば歯に関してもまあ9月の段階で分からないとい判断がされていると思うんですけれども、結局、その後はどうするのかという、それが分からないでどうやって再発防止策を取るのかなという点についてはどうですかあのまず基本的にです、ね、でわれわれの工場であれ、それから店舗であれ、 我々が商品をご提供するために必要なもの以外というものはそういうプロセスの中に持ち込まれないような仕組みを持っておりますでそれが万一何らかの事故で入る可能性というのが当然そういうご指摘のときは問題になるわけでそれの可能性をできる限りその現場で追及をしていくという活動をしておりますでそれが残念ながらそうと言える状況にたどり着けなかった場合 あのそういう異物が入り込むことに対する注意喚起というのは常に行っておりますし、そういったものが起こらないような改善を常に続けておりますあのの原因が分からなかったものに関して、どうやってその入らないようにもう一度注意を促すんでしょうか結局分からないわけですよね、歯に関して言えば特に。あの歯というのは、その時の具体的な事象の一つでございますけれども、えー、当然のことながら、本来、我々のお商品をご提供させていただくプロセスに、 存在し得ないものの話をしているわけですねもちろんあの、そこで働いていらっしゃる方の歯が抜け落ちるという可能性はゼロではありませんので、それに対してマスクをしてもらうとか、それに対して毎日きちっと点検をするとか、そういった活動を続けて、そういう本来あるべきでないものが入らない,入らないような対応をすると、そういういい対応でございます調査は終わったということですかね、これに関する。 その具体的な案件については、はい、調査は終了し、最終的な特定には至らなかった、まあ、逆にというかそ、原因につながるような事象は一切発見されず、それをもって特定することはできていない状態で、お客様にご報告申し上げたということでございます、はいえー、続きまして、こちらの左側の方の列の、えー、右から3番目の方うに きょうの亀松と申します、えー、と今日の記者会見には、カサノバ社長は、まあ、海外出張中ということで、あの出席できなかったということですけれども、カサノバ社長はです、ね、今回の異物混入、まあ、かなり相次いでいるということに関して、えー、どのようなことをおっしゃっているでしょうか。 カサノバとはあ当然のことながらあ連日、状況の交換、連絡を取りながらあいろんな形での必要な経営判断にも重心はかかっております、カサノバ自身も今回のことに対してはですねまずはあ今回のことでご迷惑、ご心配をお受けしたお客様、あ消費者の皆様に対するお詫びの気持ち、これを深く持っております。 合わせてこの件も含め、われわれの食の安心・安全に対する信頼を回復すべく、全力で尽くしていきたいというふうに述べております今回、海外にいることで出席できないということですが、改めて後日、笠野場社長はこういう公の場で会見、説明されるということはありますでしょうか。 その件につきまして、現時点で具体的な計画は持っておりません、まあ、今後の状況で必要な判断をさせていただければと思っております、はい、続きまして、今度、こちらの方の後ろの方はい一番後ろでおられる、はい、のお二方ではゆ左,左側のほうの、はい、眼鏡を着用されておられる、はい。 はい、朝日新聞の斉藤と申します。よろしくお願いします。え、2点質問があります。えっと先ほどのですね。個別の件数お答えできないというような話だったと思うんですが、改めて御社の責任においてですね異物が購入。発覚したものというのは、大体のどのぐらいあったのか件数ですね。あの、その歯とは別で、えー、例えばあの？郡山の件です、ね。のように、えー、明らかにあの店舗の？ あらこうお客さんにこう渡すときにですねえ異物が混入したであろうというものは大体どのくらいあったのかということとこれがまず1点ですね。2点目はえ公表の基準この点を改めて教えてください記者会見をするあるいは新聞広告などにですねえ回収したというものをこう掲示するのかあるいはお店の 方で店頭のみにおいて、えー、お客さんにこういう異物混入があったというふうに公表しているのか、えー、それぞれ、えー、この2点ですね、教えてください、はいえーままあ、件数につきましては、あ誠に申し訳ないんですけれども、この場で具体的な数字を申し上げることは控えさせていただきたいと思っております。えー 私どものこうしたさまざまな問題に対する対応の基準というのは、社内でもちろん、そこで発生した事象の内容、それがもたらすお客様へのさまざまな影響、それからそれがどのくらいの規模で起こりうるリスクとして捉えられるべきかということを、社内でそれは基準として持っております。具体的な基準のの内内容は社内規定ででございますので ここで具体的にお話しさせることは控えさせていただきたいと思いますけれどもですから先ほどから申し上げておりますようにお客様に広範な影響が与えうるそういう事象それは結果として世の中で言われるリコールというようなそういうような対象でございますけれどもそういったものはもちろん発覚して しかるべき速やかにそういった形で公表しご説明をさせて対応させていただくということは実際にやっておりますし今後もそういう場合には対応させていただきますですからそういったことをお客様とそれから先ほど申し上げましたように私どもの監督官庁それとこういった領域に対するさまざまな経験と見識を持っていらっしゃるエキスパートの方々の助言をいただきながら 私どもとしては、まあ、そういう中で正しい判断をさせていただいていると思っておりますすみません、補足です、今の点ですと、店頭での告知、あるいはその店舗だけに限られた影響範囲であった場合に、店頭での告知とはしないんでしょうかあのそれも、そういった対応をさせていただくケースもございます。 店頭での告知、それから全体への告知、ホームページの告知、それも先ほど申し上げたように、案件の重要性、リスクの度合い、広がりの範囲、そういったものを総合的に判断して対応させていただいております郡山市の場合はいかがでしょうか、以上で終わります郡山市のケースにつきましては、先ほど申し上げましたとおり、個別の案件として必要な形での対応をさせていただいたつもりでございますが、 この件を広く公表するという必要性については、先ほど申し上げた基準に対し合わせて、私どもはないという判断をしておりますすみません、つまりそこの個別では、えー、そのお店では公表したということでいいんでしょうか公表はしてないんですが、販売は中止し、すぐにあの販売は中止次、左側の方のはの、い、真ん中のブルーのジャケット。 飯の、はい。ブルーのはい、えー。テレビ東京の小林と申します。あの、すみません、三点ありまして。え一、ー、点目、あの、先ほど、あの、三沢の件で菱沼さんがその。三日に、その案件が発生して。まあ、その翌日送って。で、その日のうちに。まあ、混入の可能性を否定できないから、中止したという。 お話だったんですけどそれでいうと4日に中止していないとおかしいんですがそれがリリースでは5日になっているというのは、えー、どういうふうにこう実際はどういうことだったのかというのと、まあ、合わせてその第三者機関にその調査依頼をされたのは6日の朝だと思うんですけどこの辺のちょっとあの日程をあのどういう経緯だったのかもう1回整理してほしいというのが1点と。 あとあのサンデーの,その必要なパーツがなかったためにそのあの破損したというその必要なパーツがなかったのはなぜだったんでしょうかあのそれはあのメーカー側のミスなのか、まあ、今後も類似の件が起こりうることなのかどうかという点とあともう1点がその東洋町の駅前店の,あの あの異物がナプキンの上から噴出してしまったというご説明だったんですが、異物を回収するときに、何かその決まりというかです、ね、何か袋に入れなきゃいけないとか、そういうようなルールというのは、設定されてなかったという理解でよろしいでしょうか、以上、3点お願いしますす、はい、ありがとうございます、えー、とまず最初のご質問の、えー、とちょっと時系列なんですが、先ほどすみません、私がちょっと日付をあの誤解しておりまして、 1>, えっと1月3日に発生しましまた1月3日のまあ夜ですねほぼ深夜に発生しましてで1月4日に店舗がその現物を本社に送付いたしましたそれで私どもは1月5日にその現物を現物を確認した上で販売の中止を決定いたしておりますで、えっと、その現物を確認した上でえで、ー、その分析の検査の一番その、えっと、スタートあの なるべく早いタイミングの6日にです、ね、第三者機関にその現物を持っていって分析をスタートしたという時系列でございますその件なんですけど、はい、先ほど写真を見たらもうその青いビニールのようなものでそれは混入の可能性が否定できないとおっしゃっていたんですけど、まあ、じゃあ写真を見て何か判断したんじゃなくて現物が来てから判断したという理解でいいんですか、はい、写真と現物両方確認した上でです、ね、最終的な判断をさせていただきました。 で2つ目の,あのサンデーのパーツなんですが、えっと、これはですねあのパ,パーツがなかったというよりもあの組み立てる時にこういくつかのこうパーツがあるわけですけど店舗で組み立てる時にそのパーツをまあセットし忘れてしまったというのが正確な説明でございます。そそれれががが本来ですとそのその例えばパーツが余った時にはです、ね、それが発見して すぐにその組み立て直すという作業をするんですが、まあ今回の件はそれをあのセットし忘れたパーツというのを発見できずに、まあそのままになってしまったというのが原因でございます。それは組み立てるのは店舗のスタッフの人の仕事なんですか。そうでございます。はい。で三件目のえっ、ー、と東洋町なんですが、このその。 はい、えっと、実際に商品を頂い,いて、まあ、通常ですとこの袋我々私どもが使ってますあの袋にですね入れて保管するというのが、まあ、普通でございますでもしその冷蔵の状態を保つものあるいは冷凍の状態を保つものであればすぐその場でその冷蔵庫ないしは冷凍庫にこう保管をしてでその本社に電話をした上えでまあ送付する。 とというようよなことをすするんですが、まあ、この今回の豊城のケースは、まあ、そのカウンターでそのお客様からお申し出があって、まあ、ちょっと小さいものだったんでこうナプキンの上にちょっとあの置いてくださいという形のまあ部分がまああの問題の一つではあるんですがそれでそのまあ実際の説明ですと風にちょっと飛ばされてしまったというところが総額不備になっておりますね。 今おっしゃった普通っていうのは何かルールがあるのかないのかでいうと特にルールはないということでいいんですかね。実際にあの受け取るあのプロセスはあるんですけどどういう形で受け取るというルールにはなっていないですね。なってますか。ありますか。ちょっと説明をしてちょっとあの担当からそのそのルールだけ説明をしてもらえますか。 はい、えー、お客様サービス室並びに品質調査を担当しております山内と申します、えー。ご質問ありがとうございます、えー。送付のルールでございますけれども、おまあ冷凍冷蔵品とそれからあそうではないものに分けて一応、えー、ルールが決まっております。で、えー、通常はそれが入る箱に異物を厳重に本封して、えー、本社に送ると。 それから液体、それから冷蔵冷凍品については冷凍にした状態で本社に送るというのをルールにしております。これはあのすべて送るときにも私どもで再確認をしてそのように案内をしております。以上でございます。そなんで送付のルールはあるけど回収のルールはないということでいいんですか。回収のルールというのは何か異物が来たときにそれをこうどういうように、はい。 受け取ったり保存したりとか、はい、そういうルールは特にないいんですかえーっとございますあの、えーまあ、実は、マネージャー以上、数万人はいるんですけども、その人間に対して、えーまあ、全員が持つマニュアル、小さなマニュアルがございます、その中に、異物をお客様から受けた場合には、こういうふうに対応してくださいというルールブックがあって、そこにそのことが明記されております。 続きまして、こちらが右側の一番。右側の一番奥の白いシャツの、はい。N. H. K. の橋本です。何点か質問させてください。まず一点目、ちょっと基本的なことです。あのー、結局混入の原因は分かっていないんですけれども。あのー、工場、製造工場の操業を、例えば、停止したりですとか。 ナゲットの販売自体を一時休止するようなことのお考えはありませんでしょうか。えっと、今の三沢の件、三沢店の件を踏まえてということです。え,ううですえっと、あの、こちらもですね、今調査が、えー、知って、や、あの、し始まったところなんですけども。我々の今のところでは、限定的なものでは、である可能性が高いと。 ということで、まあその生産ロット単位での今ストップはしましたけど、それを一切すべてのあの、えー、一回生産を止めてという計画はあという計画はございません。拡張性はないという判断、そこまでは拡張性はないという判断でございます。それはその限定的だということはどうしてわかるんでしょうか。あのまあ今日あの詳しくはご説明しておりませんけれども、えー、私どもの 生産工程に対する品質管理ですね、品質管理のプロセス、それとそれを実行しているかどうかの監査、そういった対応を今、強化して進めているところでございます、でその中で、こういった問題が継続したり、多くの製品に発生するというようなことは、そのプロセスの中で私どもとしては品質保証をしております。 ただ、残念ながら一つ一つの事象でこういうことが発生した場合にその生産ロットを止めるという判断は必要に応じてはさせてていいただいております、えっと、じゃ関連するんですけれどもあの、えっと、ホームページの,あのタイの工場を見させていただきました、えっと、例えば動画中ですとあの防護服といいますか服ですとかあとエプロン、手袋にあの青いものが見受けられます。 今の段階でどういったもの,なのものが混入した可能性があるのかどういった状態で混入した可能性があるのかもう少し安全,そのなんだ安全ニュースという観点でもどういったものなのかというところは今の段階ではありませんでしょうか、はい、あのこの案件につきましては、えーまあ、お客様から具体的にご指摘をいただいた件で。えー 私どもとしては一番最初に具体的な原因を我々としての判断をしそれをこういった形で考え,あの考えておりますということはまずお客様にお話をすべきだというふうに思っております。あのこのの調査のプロセスは今粛々と進めておりますし 先ほどご指摘のあったこの青色のものが本当にどういう材質のものなのかそれが一致するのかというのは科学的な根拠を持ってわれわれは証明をしていきたいと思っておりますのでそれがすべて終了した時点でお客様にご報告しそれについて皆様にもお知らせをしたいと思っております。すみませんもう一点お願いします、えっと 前回の,あの中国の問題はあの国内に入ってきているかどうかわからないという状態でしたが今回の異物混入は実際に入っていたという点で、えー、と問題の重みが少し違うと私は思っています、えー、実際に混入してしまったことに対する幹部社員の方の責任についてはどうお考えでしょうか。はい。えー まあ今回の件がどういう経緯でどういう形で入ったのか、まあ、これについてはあのまだ調査中でございますけれども、えー、冒頭に申し上げました通り、こういった件でお客様にご心配をおかけしていることに対しては非常に深く受け止めております、その点についての責任はもちろん私どもにあるというふうに考えておりますあそ,それはすなわちどういう、何か具体的なお考えはありますか、アクションは。 私どもが今取り組むべきは、この問題をきちっと対応し、そこからの学びをすべてのプロセスに生かしていくこと、それでお客様の信頼を得させていただくように努力し続けることだというふうに思っておりますありがとうございました。緑色のものもをこうかざされてる、はいすみませんあの私は すすみまません私 TBS の金田と申しま,すまずお聞きしたいのは昨年からこうした品質に関わる問題が相次いでいると思うんですけれども今後こうした問題が二度と起こらないと言い切れるんでしょうか はい、私どもは、その案件の代償、それから状況にかかわらず、すべての品質に関わる問題については、非常に重く受け止めておりますし、それに対して私どもは責任を持って対応していくというふうに考えております。もちろん、こういった品質の問題がなくなることが、私どもの究極の目的でございますけれども、それに向けて一つ一つの問題を正面から取り上げて、きちっと対応していく。 全力を尽くしたいと思っておりますあ先ほど、責任はおもちであるというふうにお認めになりましたけれども、具体的に役員との処分というのは考えてるんでしょうかあの責任をどういう形で皆様にお示しするかについては、現時点では先ほど申し上げたとおり、われわれとしてお客様の信頼を取り戻すべく活動に集中することを考えております。あと弊社の取材では あの現状タイ工場でですね管理者が今日中にも来日するということなんですけれどもそういった事実を二方把握されていて今後の進捗状況というのもしあの分かる範囲で結構ですので教えていただけますでしょうかはいあの今回の県のカーギルのタイの工場の人間とは我々がもちろんこの件があってすぐに連絡を取り ということはあの、まあ、報じられたとおりでございまして、えー、それを我々も進めております現時点ではどういった話し合いをされたんでしょうか、えー、この件の進捗につきましては、えー、申し訳ございませんけれども、先ほど申し上げたとおり、えー、最終的な解決、我々としての結論をお客様にお伝えする、その時点で皆様にもお伝えしたいと思っております。 一つ一つの案件について、まあ、真摯にお答えされていると冒頭にあのおっしゃっていたかと思うんですけれどもあの大阪の件に関してはあのこの3つ概要に出ている3つと比べて去年の8月に受賞は発生しておりますでおそらくあの購入者からの情報提供がなければ判明することもなかったかと思うんですけれども一つ一つの対応に明確な差があるように思えるんですけれどもこの点についてはどうお考えでしょうか。 あの基本的な考え方は先ほど申し上げましたとおり一つ一つの案件を、えーまあ、必要に応じ保健所を通じお客様を通じお話をさせていただく解決をさせていただくで、えー、というのは一つ一つの案件はやはりお客様にとっての個別案件でございますのでそれをどういった形で外に出すかというのはあのお客様次第のところもあると思います。お客様がそういった形で、えー 外に向けてお話をしていただいているケースについてお問い合わせいただいた場合には私どもとしてはそれについてお答えをする責任はあると思っておりますただ、大阪の件に関してはなんか具体的なその対応というのは特にあの先ほどの話にはなかったかと思うんですが歯というものが実際に健康被害を起こす可能性というのも十分考えられる中で具体的な対応策というのはこれ示しているんでしょうか。 この歯の件え、それからあまこのようないわゆる我々の店舗工場に普段存在し得ないものをどうやって購入を防ぐかこれを日々すべての工程で進めております。ですから、あのまあ、繰り返しになります。けれども、も本件は具体的にどこで何が起こったのかというのを残念ながら確定することはできておりません。ですから、そういった不確定な情報に対して。でも我々としては？ 防ぎうる体制を作るためにどうすればいいか、えー、ということをすべてのプロセスで考えております客様なさいあ,のお客様次第あるいは先ほどまあ不確定な情報という話がございましたけど今の話を聞いている限りですとやっぱその、まあ、お客様次第というかその、まあ、お客様の情報に不確定だったから、まあ、対応しなかったというふうにも聞こえるんですけれどもその点はどのようにお考えなんでしょうか審議はどういうふうなんでしょうか。あの 私どもはこうした案件について、私どものできうる最大限の対応をすべてのケースでしております。結果として、それが具体的な原因に特定に至らなかったというケースが、残念ながら存在するのは事実でございます。 最後の質問ですけれどものサノバ社長は昨年です、ね、中国の鶏肉問題の際はマクドナルドは被害者であるというような見解をお示しになりました今回の一連の異物の混入の問題とはケースは違うと思うんですけれどもそういった社長の認識というのは今も変わってないんでしょうか日本マクドナルドおよびカサノを含む経営陣すべてこうした形の品質に関わる問題は 私共がお客様に対する責任を持っているというふうに考えております。ありがとうございました。はい、じゃあ次こちらのやつのえっ、ー、と水色のはい。日本テレビスッキリの西村と申します。よろしくお願いいたします。 朝霞店のサンデーの件でちょっとお伺いしたいのですが先ほど、この件も個別の案件というふうにおっしゃっていましたけれども同じようなサンデーの機械というのは日本全国に何台存在するんでしょうか、えー、約2600くらいありますかね。それでででも個別の案件ですか要はその機械が原因で こういったことが発生しているということであれば拡張性があると思うんですけど今回のケースで言いますと組み立ての問題でと組み立ての問題のレベルがどのくらい可能性があるのかという判断なんですが、まあ、今回のケースでいうと、まあ、個別のレベルだろうという判断をさせていたただきました先ほど2週間に1度お店の中で組み立て掃除分解をするとおっしゃっていましたそのさっきおっしゃった全ての店舗でそれが繰り返されているわけですよね。はい、その中ででで起きた事例ではないんですか つけ忘れと先ほどおっしゃいましたよね、はい。ねはい。で、す実際に、その、こういった、まあ、ケースがですね、あの。あの、す、あの、年に、数件、発生はします。発生しますというのは、はい、あの、その組み立ての、その、あれですね、ミスと言いますか。はい、まあ、その場合には、その、分解をし直して、で、その販売をし直すと、いう形を取っているんですけれども。あの。 まあそれが前店に影響を及ぼすものかというと、そういう判断はまあしてないというのが同じ作業をやっていたとしてもということですかはいその件数からいくと、非常に限られているものだと、まあ、その個展レベルで問題じゃないかという,うありました、これが起きたときに、すべての置いてある店舗にもう一度再確認をしなさいというような指導はなさっていますか。 はい、あの本件に限らずです、ね、あのその異物混入の,その全体的なわれわれの本来持つそのプロセスですね、はい、そのもう一回リマインドといいますか、はい、もう一回その再確認というものを、えー、と1月の6日でしたっけ、えーとはい、あの追跡をいたしました。あのこののの当該の朝霞店のみで しばらくの間、そのソフトクリームの機械を使う商品は止めているということでしたけれどもあのお客様に今日はどうしてサンデーの商品ないんですかって聞かれたときにどう説明をしなさいというふうに指導されていますか。かかありますかね まあ本件で言いますと正直あの破損してしまいましたんであので故,ああ故障と,まあえっとそれでは原因が判明していないんでというのはあるんですけれども実際にはあの故障というような形でえと店舗では説明をされてしていたと思い,思います。 あの実は昨日こちらのお店を訪ねてまいりまして商品を買おうとしたんですがあの機械のメンテナンス中なので売れませんというふうに言われましたで、えっと、ソフトクリームが使ってある商品すべてにシールが貼られていましてお取り扱い終了しましたというようなシールが貼ってあるものもありましたこういう対応ということでしょうか。そう そうメンテナンス中、そうですね、その修理中といいますか、そういう表現になっておりましたそれででよろしいといととうことですかねその表現の方法に関しましては、また再度ですね、あの、はい、我々も検討させていただきたいと思います一点、ちょっとご確認なんですが、あの三沢店のマクドナルド、マックナゲットをお買いになったお客様と、電話で直接、状況をお聞きしたんですが、これ、15ピース入りを3個という情報は、本当に間違いないでしょうか。 と言いますのはご本人は20個入りを3箱買われたといううおっしゃっていまして私どももその買われた期間に、えー、三沢店の方であの年末年始キャンペーンで増量をしていたとで金額は同じであったというふうふに聞いたんですけれどもそれでもすべてのリリースが15個入りを3点これはどこへの聞き取りでこの数字を出していらっしゃるんでしょうか。はい <coughs> はい、えー、こちらの候補の私カニヤの方からご報告させていただきます。あの店舗でですねあの、そのキャンペーンでその。 エリアのの一部の店舗でそのキャンンペーをやっててたことは認識しておりますで15個入りを基本的には販売をしておりましてそこにプラスで5個という形でやってるケースがあるんですけども基本的には15個入りと15個入りのお値段でご案内させていただいてましたのでそのような形で今回はご報告全てご報告させていただきますですので5個プラスになってるっていうそういうふうにご理解いただけたらと思います。実際には20個 かける3パック買われてるということですよね個数としては60品相対になってるということでまた買いましたのは15個入りなんですけども5個プラスでサービスっていう形になってます長くなって申し訳ないんですが最後に一つ、はい、今日もあの店舗大変にぎわっていましてお子さんを連れた家族連れの方がお買い物をしていましたでお聞きしましたらあの子どもがナゲットが好きなんですけれども今日はさすがに買えなかったわっておっしゃっていましたお母様が。 もしお二人に幼いお子さんがいらっしゃるとして、お父さん、どうして今日はナゲット買ってくれないのって聞かれたら、なんてお答えになりますかあの、まあ、私自身として、えー、当社のチキンナゲットを食べ続ける、それを私の子どもにも食べ続ける、これはあの全く私は疑いを持っておりません。 でそういったお声が実際にお客様から来ているのは十分承知しております、でそ,れそれ自身、非常に申し訳ないことだと思っております、ですから我々としては、それをいかにそういったお客様の信頼を回復して、再度、私どもの商品を楽しんで、安心して楽しんでいただけるような環境を作るか、それが私どもの使命だというふうに考えておりますお母様、困ってらっしゃったんですが、ぬまさん、いかがですか。 私もです、ね、あの実際にあの、まあ、このタイの工場には訪問したことがありましてそこの,その品質管理体制というのはこれは私も自信を持ってご、ね、説明をできる中で、まあ、こういったことが発生してしまったのは非常にあの、まあ、申し訳ないと同時に私自身もです、ね、あの残念で仕方ないんですがあの私もじゃあ今、これが我々のです、ね、管理体制というのがあの不備が。まあ 発生したことに関してはあるんですけれども、そのベーシックなところではどうかというところは自信を持って、私もあの自分でも食べますし、私の家族にも、あの息子にも食べさせますし、まあ、そういった意味ではですね、あのーまあなるべ、できる限りこういったことはなくして、まあ、ゼロにはできないかもしれませんけど、ゼロを目標として、ですねこれを今後もまあ努力していくという所存でございます。ありがとうございました え続きまして、はい、じゃこれ一番前の一番内側の、はいはい、えすみません、放置新聞の会と申しますけれども、ちょっと2点伺いたいんですけれども、あのちょっとまず、あの8月の大阪の刃の件なんですけれども、これ、本社の方ではすぐ把握されてるんですよね、把握したのっていつですか。 こちらはですね、えっと八月二十七日に発生したわけですけど、二十七日の二十六じゃないですか。あ、二ごめんなさい。二十六日に発生しましたけど、えっとお客様が店舗に行かれたのも二十七日ですが、お客様が我々のあのお客様サービス室にご連絡いただいたのも二十七日でして、まあ同じ日に我々は把握はしております。で、えっと調査して肌っていうのが分かったのが九月十六日。あ、ここれ答えを。 あの伝えたのが9月16日ってことですよねはい、えー、とあの異物を外部調査機関に、まあ、提出したのがその27日に、まあ、提出をさせていただいたんですがその結果を待ってお客様に、えー、報告をしたのが9月19日という形になっておりますえとでこれ、公表したのがいつになるんでしたっけ、この件について。あのこれは個別の案件ということで、あの公表と申しますの、あの公表は。 えっと、その時にはしておりません。お客様にはご報告させていただいて。で、その時は、えー、で、実際に。えー、と、このお客様から、えー、まあ、えー、と、メディアの方にご連絡があったので。私どもが、えー、その後に。まあ、今日も含めてですね。ご報告させていただいているという形になっております。えっと、つまり、じゃあ、あのー、まあ、今回、その。ナゲットの件がなければ、これはずっとほ。 公表しないっていうことだったわけですよね。と、はい、いうことになりますよね。はい。あの公表するつもりがも,<う>もともとなかったっていうことですよね。こうした件に関して私どもがあどういった形で公表させていただくかについては、えー、ひと一つ一つの案件のおその状態それのもたらす影響というものをすべて考慮した上で。 判断をさせてていいただいていますですからこの件に関してはその時点でお客様と関係の関係の各種に対する告知以外の公表の必要はないという判断をいたしましま、えっと、あともう一点ですけどもあの、えっと、今日四 4, 4件あの説明があって一応ちょっと今回発覚しているのって6件だと思うんですけどもあの、えっと、京都の宮津店と あと沖縄でもありますよね、クワエというところで、これは把握されてるんですよね、この2件っていうのは。お客様からのご連絡をいただいた案件はすべて、もちろん把握をしておりますこれ、京都の方はあは金具が入ってたっていう件ですよね、ネックレスみたいな。で、沖縄の方はプラスチック片みたいなので,で、これは今回はあの発表する。 おつもりがないっていとうことですかねお問い合わせいただいた件につきましてはです、ね、であの我々としての記録をすべて確認をし、その上で正確な情報を必要に応じてお伝えするという対応をさせていただいておりますこの2件について知りたい場合は、今回、ここで説明していただくことはできるんでしょうか。 その件につきましては申し訳ございませんけれども、えー、今、社内で確認のプロセスをしておりますので、改めてお問い合わせをいただければと思います。改めてまた会見みたいなところで説明していただけるっていうことですか。あの説明の仕方についてはあの、その都度必要な対応をさせていただこうと思っております。は、うん、はい。はいはい。じゃあ一番後ろの。はいやって すいませんニコニコ動画の七尾と申します。よろししくお願いしますあの,、まあ他の記者の皆さんから出ないのであえて言いますけれどもその原因が特定できない理由の1つにです、ねまあ、ケースとしてはそのクレーマーの存在もあると思います、これは。で今、ポテトにっというのはです、ね、やっぱりこれはそのインパクト通知が非常に大きいで皆さん、あの先ほどご説明で科学的な分析調査をされたということだったんですけど やはりその青木さんが先ほど言いましたけどもその科学的根拠に基づいて証明していくしかないとおっしゃいましたそれは全くその通りだと思うんですねで今回の,その歯の件についてはその挙げた形跡がないということはこれは科学的に、まあ、きちっと分析された上でそうおっしゃっていると思うんですがこれはです、ね、あのきちっと公表されたほうがよろしいんじゃないですかつまりこういった件というのはジャッジする人はいないわけですよね。 最終的にそのジャッジというのはマクドナルドはその歯についてですよ歯についてだけ言っているんですけどきちっと科学的な調査をしてこれはこの通りだったとっいう報告はしたほうがよろしいんじゃないですかこれだってもしですよ仮にマクドナルドに原因がない場合です、ね、これは会社としても非常に打撃を受けると思うんですけどそこは品質管理の問題とは別にです、ね、きちっと お話しししされていいいいた方ががよろしいんじゃないでしょううかごご質問、えー、ありがとうございます、えーまあ、歯に関しては今、今ご指摘いただきました通り、私どもの調査結果で、えー、科学的に証明をさせていただいた点は、これが歯であるということと、それがそのフライヤーに入った形跡は考えられないと,ということは、科学的に証明をしております。 でそのことについて、本日ここでもそれは明快にご説明をしたつもりでございますし、これは第三者機関の調査に基づく客観的な事実でございます。ただ、その事実をもって、これをどう解釈するか、これについてはいろいろなご判断があると思います。ですから、私どもの基本姿勢としては、そういったお申し出を受け、それに対してご心配をおかけしたことに対しては、真摯に対応させていただく、そういう姿勢で進めております。あの申し上げたのは あの報告書を公表された方がよろしいんじゃないですか一件一件の具体的な調査内容について、報告をすることは基本的にしておりませんし、今回の件についても、そういったことをする予定はございませんあすみません、最後に、ただそうはおっしゃってもです、ね、これはその原因が分からないと、やっぱりそのポテトにハオっていうのは、非常に消費者にです、ね、非常なインパクトを与えてしまったわけですよ。 で、それに対してはきちっと説明しないとですね。あのごっちゃになっちゃうんじゃないかと思うんですよ。そこはちゃんときちっと説明された方がよろしいんじゃないですか？はい、あのご意見、ご指摘、非常にありがとうございます、えー、私どもとしては今この場でご説明していることが、私どもの見解としてお伝えをしていると。 いうことを考えておりますあの一つ一つの検査結果を具体的に公表させていただくことっていうことに関しましてはです、ね、またそこでいろいろなご意見もございあ,のあると思いますし、私どもとしては現在の対応が正しい対応だと思っております、はい、続きまして、こちらの列の方で、真ん中の白い眼鏡を、白いワイシャツ、あブルー、ブルー、ブルー、ブルーブルーのワイシャツの眼鏡を。 はい、あのメガネの、はい、着ゃの、えっと、時事通信社の大塚と申します、長くなってきたので二点だけ、一点はですね、そのあのあ先ほどもある程度説明がありましたが、今後、あの例えば、そのナゲットのですね、 販売中止とかそのタイでの生産中止ですねこれに及ぶ確率可能性はあの今の時点では低いと考えているということでいいのかそれから1点、もう1点については今回の問題、まあ、あのそのいろんな事象があることがこういうふうにあの報道されたりし,していることでその現時点でですね客足に影響があるのかまた今後、経営にどのような影響があると考えているのかそれを教えてください。はいえー <laughs> 今のは、えー、と三沢のケースのお話だというふうに理解しますけれども、この件につきましては、私どもの調査の初期段階から、えーえー、最大のリスクとして考えられるのが、同じ生産ロットではないだろうかという前提で、えー、調査を進めておりますし、それに現時点で、えー、変更する要因は一切ございません、えー、それからあの今回の件がどういった影響を与えるか。 まあこれについては、当然、私どもはお客様にご心配をおかけしているわけでございますので、お客様の行動に影響を与えてしまうことをはあり得るというふうに考えておりますけれども、それが全体にどういう影響を及ぼすかについては、まだあの今後の動きを見ながら、判断をしていきたいと思っております足元で、ああのこの問題が明らかになってから3日目ですが、店舗の売れ行きというのはどうでしょうか。 あのまあ、あの売り上げの情報というのは、あのまた改めて、えー、しかるべきタイミングにまたご報告させていただきますけれども、あの現在、これによって非常に大きな影響が出ているかと言われると、まあ、そ,ういうそういう状態ではないというふうに理解しております、ただ、あの非常にご懸念を持ったお客様が、あの足が遠のいている事実は現実としてはございます、はい、一番後ろのた、垂れてる、はい。 左奥ですね。はい。フジテレビスーパーニュースの坂主と申します。はい、大丈夫ですえー。フジテレビスーパーニュースの坂主と申しますえー、今回のナゲットの異物混入の件、だったりもお客様からの報告で知ったということもあったと思います。で、店舗から本社への連絡がもっと早くあれば、もっと早く分かったこともあったと思うん。ですけれども。 各店舗から本社への連絡体制やその連絡の基準というのはどうなっているんでしょうかえっとまずですね、あのお客様からのご連、まあ店舗からの連絡というのはですね、あのがあって、われわれがお客様の連絡を通じて知ったわけではなくて、今回のケースはいずれも、われわれ私どもは状況は、内容は理解しておりました、はい、で,あのですから、先ほど、うちの人間があのご説明させていただいたんですが、 あのこの異物混入が発生してお客様から届けられた場合のこのプロセスというのは明確になっておりますのでお客様から申し出があった場合にはそれがすぐにその店舗からわれわれの方に情報が入り見物も送られてくるという体制ができておりますあの一部では、まあ、店舗で対応したと店舗で対応したけど店舗で対応したけどその店員が。 まあ上の人たちに言わないで,で結局お客様からのまあ本社へ連絡で知ったという件がありましたよね <はい S 2> そういうのがあったのであの分かっているものは全て本社にあげるっていうのはまあおっしゃっていましたけれどもその前の教育の段階だったりアルバイトの方への,まあそうですねその教育の面で。 一体どういう風うにしていたのか、その徹底がなされてなかったと思うんですけれども、その点はどうでしょうか？はい、あのこういった形のですね。まあ、フードセーフティーと言いますか？食の問題と言いますか、こういったことに対する従業員へのまトレーニングプログラムというのは確立しておりまして、こ何回かこれやってるんですね。で、あのまあ、今回まあ、本当にあの残念ながら、そのアルバイトの。まあ、あのクルーの方がですね。そのまあ、その。 まあ紛失してしまった報告がなかったというところが非常にあのまあ残念なんですけれども今回これがありましたのでもう一回その再教育再確認を含めて店舗に通達をした次第でございますであのまあこちら継続してですねそのえ精神的なそのえなんて言いますかその食の安全に対する その社員教育というものというのは、まあ、昨年もあの発表させていただいたんですが、あのチキンの問題があったときに発表させていただいたんですが、その辺の再教育というのは、今後も強化してまいるのもりでございます、はい、一番後ろの、一番奥の、立っておられる、はい。 情報開示というやり方ですけれども、5日えー、と月曜日に、まあ、あの地方紙でナゲットの問題発覚して、結局発表まで、今まで、今日まで日本をマクドナルドが一切こう公表してないと、き、まあ、今日までかかったのということですが、まさか、あの今日笠間社長が出てくるのならばなしも、えー、このレベルの役員の方々の会見で、なぜ5日の日、昨日にのうちに会見できなかったのかということをお願いします。 はい、あの今回の件の対応につきましては、私どもとしては、えー、情報の確認、えー、それに対してどういった形でお客様とのお話をして、えー、それをどういった形で、えー、公表させていただくかということを、つ、え、ど、ー、考えながら進めてきたつもりでございます。あの決してて、えー、それ以外のの要素ででここタイミングになっいいいるということうはございません ただ、去年の問題がえっとチキンナゲットの問題で、去年、大きな経営の問題、経営というか、業績の悪化の問題に達しました、その中で今回、またナゲットでこういった品質問題を起こしたにもかかわらず、反応が遅いというふうに、ああ普通の経済部やってる記者からすれば思うんですが、これについてはどう思いますかご指摘については、真摯に受け止めさせていただきたいと思います。 あの私どもとしては、私どものやるべきことを、その必要なステップとタイミングを見ながら、対応させていただいているというふうに思っておりますあと、それからですね、あのナゲットについてなんですが、えー、と今回、問題となったロットの生産、販売を中止したとが分かるんですが、それの、そこにですね、そのロットが残っているものを回収して、ですね検査に回すということは、まだやってないというふうに聞いてるんですが。 こ肝のの濃度の問題からいって、そういった検査をすることによって、問題を早く、一日でも早く、マクドナルドが解決に向けて動いているというふうに思えるんですが、そういうふうにあってないように感じるんですが、それはなぜでしょうかあのこの問題に対して、私どもがまず先にやらなければいけないことは、ご指摘をいただいた異物が一体どういうもので、それがどこで混入する可能性があるかを突き止めると、今、それに全力を尽くしております。 でそれの結果で必要な対応というのは当然変わってくる可能性はありますけれども私どもは今対応している取り組みでこの問題に対する対応としては適正だと思っております最後にもう一つ業績についてなんですけれども先ほど客足の影響がまだはっきり分からないということだったんですけれども9月、10月に20%近くのマイナスから 11月には12%程度だったと思うんですが、対前年の既存店売上高、回復の基調が、まあ、歯止めがかかったような感じだったんですけれども、12月、で今度の1月についてはどういうふうになると見ていらっしゃいますか、はい、あの業績につきましては、しかるべきタイミングに、また改めてご報告をさせていただきたいと思っておりますあじゃあそれでは影響はあるというふうに見ていらっしゃいますか。 その判断も含めて、結果についてのご報告を正式にさせていただきたいと思っております。はい、ええ、そうしましたら。こちらの後ろの、一番後ろのですね。はい。真ん中のあたり、一番後ろで。はい。ええ、日本テレビ。チップの山崎と申します。よろしくお願いいたします。あの、今までも何件か、こういった異物混入があったとされていますが。 なぜこのタイミングでこうして会見をし、公表すると決めたのかその理由を教えていただきたいと思いますまた、もう一点現場での先ほどアルバイトスタッフの方というのも話が出ましたがなかなか再もう一度教育を行うということで徹底をするのは難しいと思いますが具体的に強化していく面で考えていることがあれば教えていただきたく、はい、ご質問ありがとうございます。 えー、今日この場でこういうご説明をさせていただいている理由につきましては、最初に申し上げたとおり、私ども、今、いろんな形でのご心配をおかけしている、お問い合わせをいただいている、そういう中で、われわれとして皆様にご説明をする機会が必要であるという判断をした結果、今日こういう形で会見をさせていただいております。えー、従業員の問題は、ですねご指摘のとおり、これは非常にわれわれにとっては大きな重い課題でございます。 ただだそれをを成しし遂げるののが我々の責任だという認識をしております従業員の一人一人の教育、それから従業員がそういう、まあ、あの仕事を適正にきちっとできるような環境作り、それとその従業員に対するマネジメント、そういったすべての総合的な取り組みを継続して行っていくことが唯一の道だというふうに信じております。 すません以前来たときに会見せず、今回行ったということについて、何かか理由はございますでしょうかあの私どもとしては、えー、このタイミングで皆様にお話しするのが必要である、これを,あのこれを実行することがわれわれとしては正しい行動であるというふうに考えて、今日実施をさせていただいております。一番前の列の列マスクを召された 二番目はい弁。弁護士ド弁護士ドコムニュースの山下と申します。大阪の歯の件でちょっと一見、えー、確認させていただければと思います。えっ、ー、と先ほどのお話ではフライは,はされておらず、まあ購入の理由もわからないということだったんですけども、えー、クルーの方が故意に歯を入れたという可能性は。 正直言いましてあの、否定はできないと、100%否定はできないと思います、そう信じたくはないですけれども、あのクルーの、われわれのプロセスというのは、あのしっかりと、まあ、この管理体制というのはできているはずなんですが、故意にということは、えー、と私がっありませんというのは、これ、嘘になりますけれども、可能性としては あのございます物理的にはそれを何、まああのー、かモニタリングしていたりとかです、ね、調べたりする方法とかです、ね、防ぐ方法とかは確立されていらっししゃるんですしょうかあの従業員のです、ね、そうした行動については、えー、当然我々の、われわ基のマネジメントの基本でございますし、労、え、務、ー、的な対応の基本でございます。 ですから直接それをすべての事象にすべての彼らの一挙一投足をモニタリングするということは現実的にはできませんししておりませんけれどもこういった事情があの発生したときの調査の中でそれにつながりそうな可能性のあるような事象があればそれを当然疑いますで、今回はそういったことも今回の調査の中では一切発見できなかったと,という形で、えーままあ、それについての可能性は低いというふうに考えております。 えっと。後ろから。えっ、ー、と。左から二番目ぐらい、二番目ぐらいの。はい、今挙手されてる。はい、そうですね。はい。はい、あの、T. B. S. ニュースキャスターの矢野と言います。よろしくお願いします。あの、人のポテトに人の歯が混入していた件について、お伺いします。あの。これ以上。 その他の人の歯が混入しないために今は具体的にどういう対策を取られているんでしょうか教えていただけま,すかまずです、ね、あのサプライヤーのサプライヤー様の工場においては先ほどちょっと説明させていただきましたが、うんまあ、マスクをするわけですねでそのマスクを着用して実あの、えー、生産に携わるというのがこれが、まあ、基本ルールといいますかこれやってるんですがそれの再徹底というのを。 もう1回リマインドを行いましたそれと、まあ、店舗におきましても、まあ、そういったものが発生しないようにいわゆるそのサイエンスといいますかその科学的なトレーニングだけではなくてお客様にそのご迷惑をおかけしないための,その精神的なです、ね、そういったそのリマインドの連絡というのももう一回再度通達をいたしました。皆さんあの店舗で精神的な リマインドの連絡と言われてもよく分からないんですけども具体的にどういう対策なんでしょうかあのアワープライドといいましてあの私たちの,そのなんですか我々がそのお客様に対していかにその安全な商品をいかにこうきちんと供給するかと単なるその技術的なそのものだけではなくてその一人一人がです、ね、我々その一人一人がこう精神的にそのなんですか、ね、お客様に最高の安全なものを届けるというそのプログラムを、えー、と以前からあの。 持っているんですけれどもそれをもう一回見直しましょうというそういういい活動を行いましたあの工場でマスクをすれば、そのまあ万が一歯が欠けても入りにくいというのは想像しやすいんですけれども、その店舗でもし歯が欠けてしまった人がいた場合に、それでは防ぎようがないと思うんですけど、もいかがでしょうかあのマスクをするとか、もうちょっと目に見えて分かりやすいあの対応は考えなかったんでしょうか。 あのはい、あのご指摘ありがとうございます。あのまあ、店舗で,です、ね、働いている従業員には、あのまあ、今、まあ、精神的という話をしましたけれども、えー、基本的に彼らがやるべきことをやらざるべきことというのは、すべての形で規定をしております、ただ、えー、そこに一人一人の従業員がお客様のためを思い、食の安全を思い、仕事をするかどうかというのは、マニュアルで作り上げることはできませんので。 そういった形の気づきそういうその気持ち思いについて語り続ける考え続けるということを我々は店舗で行っていますでこの件先ほどちょっとご説明しましたけども歯というのは一つの例でございましてそういう本来お店にあってはならないものが入ってはいけないでそのために水際で何を防ぐかということを徹底をしているプロセスはございますですからあの 店舗で働くときに身につけるものは厳しく決まっておりますし、それから体の異常がある場合は、必ずそれを申し出て、それで働けるどか,働かどうかというのは、マネージャーが確認をするという、そういう姿勢は当然取っておりますし、あのまあ、そういったことを一つ一つ着実に積み上げていくということを我々としては続けていきたいと思っていますお伺いいしたんです。けども最初にあの混入の分分析結果が歯だと分かった時は その報告をお受けになったときは、お二人はどのように思われたんでしょうか。あのまあ、正直言いまして、なんですか、ね、あの通常は機械あるいはその手袋といった、そういったものが存在しないわけじゃないですか、まあ、それですから、当然ながら、なぜこれがまあ含まれているのかということと同時に、非常に残念な気持ちでありました。 もちろんあってはならないことだというふうに思っております最後に1点お伺いさせてくださいあの東洋町の、えー、と駅前店のビニール片の件なんですがこれはの実物を紛失した状態でこの先、どのように原因の究明を進めていくんでしょうか、はい、あの実物はないんですがその透明なビニールの ビニール袋の破片のようなものという、そういったその、まあ、お客様とアルバイトからの情報なものですから、それをもう一度、ですねその店舗、あるいはその、まあ、私どものサプライヤーにはまあ色付きのビニールを使っていませんないんですけれども、店舗で、店舗の,その製造プロセスの中で、それを全くこう排除できるようなものというのを、もう一度再確認しているという状況でございます。ありがとうございましたこちららののサイドで、はい、前から2番目の 読売新聞の関根と申します。 読売新聞の関根と申します、えー、23点を教えていただきたいんですが、えー、と先ほど記者会見するタイミングについてです、ね、あのこのタイミングで説明することが正しいと判断したということなんですがこれ正しいというのは何に対してです、ね、正しいと考えられたのがちょっと抽象的で分からないので教えてくださいこれまであの個別説明で足りると社内基準で設けていたものがどうして変わるんでしょうか。それを教えてください、はいは まあ、お客様全体に対してご不安を与えているという状況を私どもとしては非常に重く受け止め、それに対する説明の機会を設けるべきだというふうに判断をいたしましたそうすると表面化しなければですね不安も広がらないのでやらなかったと、そういう理解でよろしいですかあの今回、こういう形でお客様にご心配をおかけしたということをわれわれとしては判断したつもりでございます。 あと責任を取るというご発言がありましたけれども、えー、社内基準に対して正しいと間違ってないという主張を繰り返している中で何に対して責任を取られるんでしょうか私どもの責任はお客様に対して安心いただける職をご提供させていただくことだと思っておりますそれに対してご不安を与えてしまったことに対して責任を持って対応していくそういうふうに考えております これ表面化しなければ、皆さん、責任は取る考えもなかったという理解でよろしいですか我々のあの安全に対する責任というのは、一件一件のお客様に対する責任も含めて、すべて同じだと思っております、ですから、何らかのご懸念、ご不安を与えたことに対しては、我々は責任を持って対応していく、そういう姿勢で臨んでおります。 最後にあの笠野場社長が本来であればあ登壇する会見であるという話が冒頭ありましたけれども、えーまあ、代表権をホールディングスにはお持ちの方がほかにもいらっしゃいますし最も会社にはです、ね、皆さんと同じ取締役であの原田会長がいらっしゃるわけなんですがなぜ笠野場社長の代わりにです、ね、原田会長が出てこないんでしょうかあの今回、必要と私がご説明することが一番適切だというふうに判断しております。 重要性はその程度だったという理解でよろしいですか私どもは、日本マクドナルドを代表して、この場で皆さんにお話をさせていただいております、はい、こちら、はいえー、こちらの、えー、右から2番目の4番目のうですね。はい テレビ朝日モーニングバードの斉藤と申しますけれどもあの大阪の歯の入っていた件なんですが我々の取材ではマスクをしているのでありえないというような対応をされたということでちょっとあのその苦情を言われた方がかなりご立腹というか納得をしていないというような話でしたであの先ほどから真摯に対応をしているという話が出ていますけれどもお客さんはそのマクドナルドの説明に え皆さん、納得をされているのかと、最近になってこれだけ多く出てきているということは、納得をされていないお客さんが多いのではないかというふうに思うんですけれども、いかがでしょうかはいあの個別個別の案件の中で、ですね最終的にご意見が、われわれの見解とお客様のご見解が、なかなか最終的に一致しないというケースはございます。 で私どもとしては、それに対して、どちらが正しいということを議論するつもりは全くございませんので、我々が確認したことをお伝えしているつもりでございます。あのもちろんその、いろいろなやり取りの中で、お客様にご不満を与えてしまったような事実があるとすれば、それは本来の我々の対応の仕方ではございませんので、その点についてはお詫びさせていただきたいと思います。 であの先ほどから数については言えないという話なんですけれども、その件数として、えー、ここ最近、こうやってあの明るみになってきた部分を見ると、まあ、多くなっているのか、それともまあ件数としては少ないのか、それとも横ばいなのかという部分では、いかがでしょうか。あのまあ、件数についてはあの 先ほど申し上げたとおり、この場で具体的なことを申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。われわれは継続してこういう努力をしておりますので、それで一つ一つの案件を対応し、全体としての改善を進めていく所存でございます、はい、次、こちらで、はい、えー、っと、後ろの方の、はい、えー、っとその後ろのですね、は挙手されてる、はい。 日経新聞の黒井と申します。よろしくお願いします。あの二点だけ確認させてください。えー、っと、まず、あの、えー。今日お話になられた四件というのは、本来御社の基準であれば、個別対応する案件と考えてよろしいんでしょうか。あと、もう一点。あの、仮に、あの、対外的に公表、えー、するものとしては、これまでどういったものがあったんでしょうか。以上、二点お願いします。はい、あの、今回の四件はですね。あの、まず、最初の三沢店の。 部分がまだ調査中ではありますが、まあ、もしその調査結果でですねあの拡張性があると、まあ、仮に万が一判断がされた場合というのは公表しますけれども現時点ではその可能性は低く、まあ、個別案件ということでございますでえー、とっと過去に公表した件ですね例えばですねはいえっ、ー、とー まあ以前、で数年前ですと、MP3 というあの私どもの、なんですか、えーとこうプレミ、プレミアムといいますか、あのこうおまけみたいなものがあったんですが、その MP3 がです、ね、あのウイルス、あのデータの,あのウイルスの感染の可能性があるということで、こちらはあの新聞発表させていただいて、まあ、リコールをさせていただいたというようなことがございます。はいえー、続きまして こちらの一番前の女性の,記者の方です、ね。今マイクを持ちますので。こちら。はいはい、すみません、フジテレビ長野と申します。えっ、ー、と二点ほどお願いしたいんですが。もう一度ですね、えー。まあ、実際に店舗や、まあ、お電話などで、まあ、異物があったという報告が。まあ、あの。 消費者の方から会ったときに実際に店舗でどういう対応をしてその後、えー、本社としてどういう対応をして最終的に報告にするに至るのかというその経緯をもう一度きちんと教えていただきたいというのと、えーまあ、先ほどからまあ個別難件ということであのたくさん事例が出ているんですがそれを、えー、社内でたくさん店舗あると思うんですがどのように情報を共有しているのかというところを、えー、教えていただきたいですが。が、えっと はいえー、お客様からのお申し出に関しましては、えーまあ、店舗で受け付ける場合と、それからコールセンターに入ってきていただく場合もございますけれども、最初にそういうお問い合わせをいただいた場合には、具体的な内容を伺いし、で,できるかぎりその、こういう異物の問題であれば、その現物を私どもの方に見せていただき、そこで返金、謝罪返金の対応をさせていただく、これがまあ第一ステップでございます。 でそこで受け取ったその実際のものとそれを品質,品質情報という連絡の仕組みがございますのでこういう事案があったということを店舗から報告をいただいておりますでそれで本社ではその問題を、まあ、その案件の内容を一つ一つ見てもちろん実物が来ればその実物をいち早く検査に回し その実物が一体どういうものであったかというのを科学的な根拠で証明したものを受けて混入の経路を現場で探るとでその最終的に探った結果でこれが最終的にはですねこれはもう間違いなくこれが原因であると言えるものそれから全体を見た時にこれが原因である可能性が極めて高いというものそれから先ほどの今日の話にも出ておりましたけれども それをすべてやった結果、可能性が高いと言える部分が特定できないもの、まあ、そういう形で当然出てくるわけですけれども、その結果をすべてお客様にお伝えするというのが、プロセスの流れでございます。で、えー、それから、本社の中ではです、ね、それは品質管理を担当する部門がすべての情報を集約しで、その情報の中身に応じて、必要な形の共有をしているという状態でございます。 例えばなんですけれどもあの、えー、サンデーチョコレートの場合などですと、まあ、他店にも先ほど2000円ぐらい同じ機械を使っているものがあると言っていましたがこういった場合ですと他の店舗でも起きる可能性があると思うんですねそういったときにあのこういう案件については他の店舗へはどのように情報提供されているんですか はい、あの,他の店舗にあのそういこういった事例をです、ね、あの伝えて、もう一度その再確認をしてほしいという状況な場合は、すぐにこれは連絡をしメールであの報告を、まあ、送って、あの担当をするコンサルティングを行う人間があの、弊社の人間がおるんですが、その人間にフォローさせるという,状況あいうような手段を取っております。 じゃケースバイケースで全部の店舗に連絡する場合もあればそうでない場合もあるという認識でいいんですか、はいはい、はい、そうです、はいえー、続きまして、えーはいえーっと後、後ろから3番目ぐらい、えー、っとそ,そちらの右側の、はいえー、っともう少し後ろの、はい、はい、すみません、TBS の金田と申します。 改めてお伺いしたいんですけれども、今回あのこういった一連の問題が発生しまったその最大の要因というのは、日本マクドナルドとしては何だとお考えでしょうか。あの私どもにとって、えー、食の安全は非常に大事な問題でございます。えー、で、このお異物の混入というのは私どもとしては発生してはならないことで。 それに向けていろいろな活動をしておりますけれども、残念ながら、生産から販売前のすべてのプロセスでいろいろな日々の活動を行っている中で、こういったお申し出を受けるケースがあるのは事実でございます。ですから、それを我々としては、全体のプロセスを一日一日高めていき、具体的な問題があれば、その原因を追及して、それに伴った必要な対策を逐一打っていくと。 そういったことを通じて、こういった問題がなくなるように、努力を継続していくつもりでございます今も食の安全性についてあの申しあのおっしゃっていたと思うんですけれども、あのそれにもかかわらず、複数の案件について、例えば豊町の件も大阪の件も、原因がやっぱり分からないと、こういった事態になってしまったことを、食の事業者として、どういうふうにお考えでしょうかあのそのことに関しては、責任を痛感しております。 えー、やはりそういった問題でご不満をおかけすることをどうやって解消させていただくかそのために何ができるかというのを日々,我々は考えております先ほどの東洋庁の件ですとそのアルバイトの方がまあやっぱりそういった現物を紛失してしまったということですけれどもそのアルバイトであったり正規のクルーの方との間で,です、ね、そういったあの就業意識に関しての差もあったかと思うんですけれどもその点についてはどういったお考えをお持ちでしょうか。 あの私どもは全国3100店舗で約15万人のクルーと我々が呼んでいるアルバイトの皆さんに支えられているビジネスでございます。ですから、あのそのクルーの皆さんに日々努力していただくで、クルーの皆さんが一人一人がこういった問題に対して、真摯に取り組んでいただく、そういう環境を作るのが我々の責任だと思っております。 あのもしかしたらそれだけたくさんの数の,、まあ、あのアルバイトの方がいらっしゃるということは逆にそれだけモニタリングする、まあ、管,理管理監督するのが難しいというふうにもあの捉,られるあの捉えられると思うんですけれどもその点について今、管理監督に当たっている従業員の数というのは,これは十分だというふうにお考えでしょうか、はい、あの私どもの店舗おフランチャイズそれからあ、ま、直営の店舗、えー のの人員の配置につきましてはですから、そこのマネジメントが日々努力している結果、我々としては我々のオペレーションができているというふうに考えておりますしただ、残念ながらこういったケースが発生してしまった事実はもちろん私どもは否定できませんのでこういったことを一つ一つ学びながらより高めていきたいというふうに考えております。 最後の質問なんですけど過去にもこういった異物混入問題というのは、まあ、今までの,この対応というものを見ておりますとあ,あったのかなというふうに感じるんですけどももしかしたらこういったタイミングで、まあ、どなたかに情報提供があって明るみに出なければそのまま黙殺されていた可能性というのも十分考えられると思いますこのタイミングであのこういった問題が明るみに出たということについてはあの日本マクドナルドとしてはどういうふうにお考えなんでしょうか 私どもとしましては、品質に関わる問題については、その一つ一つの案件を真摯に捉え、それに必要な対応、ご報告、開示を従来からもしておりますし、今後も続けていくつもりでございます今まで情報の開示で十分であったと、そういうご認識でしょうか。 私どもの情報の開示については正しい対応をしているというふうに信じております最後、ごめんなさい、もう一度だ、ね、け情報提供が購入者の方からなければ、まあ、明るみに出なかったような案件もあるかと思いますそれでも十分だったというふうにお考えでしょうか、はい、あの今回、議論させていただいている案件について過去の対応をしたケースについては そのケースを必要な保健所を含む必要な報告に開示をし直接関わったお客様ときちっとお話をしてそういう形でのご理解をいただくとこういう対応を基本に考えておりますのでそういう点でわれわれとしては必要な対応をしているというふうに判断しております。はい、こちらの列のの列一番右側の えっとお二方手を挙げられている前の方ですねはいはい前の方ですねはいはいはい、はい、そうですはいそ,そうですその通りです後ろですね後ろのはいはいそうです恐れ入りますすいません分かりにくくて日本放送の畑中と申します今のにちょっと関連するんですけれどもあのそもそもこれだけあの の問題が一,あの一挙にこう吹き出したというのはです、ね、単なるまああのたまたまの偶発的なことであったのかあるいはあのまあ去年の一連の問題以降こう何かチェックが厳しくなって出てきたことであるのかあるいはあまり考えたくないことですけど先ほどちょっと触れられましたけれども、えー、こういうことが実は常態化していて何らかの理由で見過ごされてきた。 ことであったのかそういうことがないと言い切れるのかその辺のこのご認識というのを改めて伺いたいと思うんですがあの、まあ、お客様があ食の安全に対する関心をどういう形でお持ちになるのかというのはいろんなあ環境要件によって変わるかもしれませんけれども、まあ、私どもとしては、えー、一つ一つの案件については、えー、それをすべて、えー 受け止めててそれに対対すする必要な対応をしておりますですから、このそれぞれの案件について、我々がそれを対応している、必要な対応をしきれていないというご指摘があるかもしれませんけれども、私どもとしては、こういう案件についての、我々としての誠実な対応を一件一件、一つ一つ積み重ねて進めてきているつもりでございます。 もう一度伺います過去にはないというふうに言い切れますか。お客様からの商品のに関するこの種のお申し入れというのは、過去も現在もございます。ですから、こういった案件が過去になかったということを一切申し上げているつもりはございません。ということは、公表してこなかったということですか、その過去にあった件については。あの この、えーえー、一つ一つのです、ね、お客様から申し入れのあったあ食のあ、まあ、異物混入の件については、我々としては基本的な対応の姿勢として、それを一個一個きちっと対応し、それに、えー、伴って出てきた結果をお客様に共有し、えーまあ、関係の監督署長にも共有をしていくということで、対応していくのが正しい対応だと思っております、はい、ありがとうございました。 こちらのえっ、ー、と一番左側の二番目の挙手されているはい一番向こう日本テレビの言葉と言います。二、えー、点伺いたいんですが、大阪の川内長野の、えー、県のように、えー、お詫び文と言いますか文書で、えー、お客に対して回答をしたケースというのは。 この1年間で何件ありますか、はい、あの件数については申し訳ございませんけれども、この場で具体的な数字を申し上げるのは控えさせていただきます。あのただ、お客様に対して、われわれの確認した内容については、ああいった形で合併を差し上げるということをわれわれはプロセスの中で基本に考えております文書で返答する、しないの違いはなんなんでしょう お客われわれの調べた結果をご報告するときは、必ず文書でご報告を差し上げます先ほど、検査について、一つ一つ本社で見て、検査に回すという,ような話がありましたが、えー、これまで聞いてる話ですと、お客さんの方から調査の依頼があった場合に、文書で回答するというふうに聞いてます、これはそうなんでしょうか。あのお客様の中にはですね この件についての回答は不要であるというお申し出をされるお客さんがいらっしゃるのは事実でございます事実でありますの後は何ですか。ですから、お客様にご希望がない場合に、それをわれわれとしては、それを受け止めて、それに対してお客様にご報告するということはしておりませんただし、調査をやらないのを基準というのは何なんですか。 調査はててに対して行います調査をやらない案件というのは基本的にはございません。あの具体的なあのお申し出があり、具体的なものがあった場合には、それはすべて調査にかけますじゃあ、これまで調査をした件数というのはそれはもうだめなんですよねあのそれはあの当然のことながら、それなりの数の調査をしております。えっと、今後こういった形で個別の案件、まああの 各社さんとも多分そうだと思うんですけれども、えー、いろんなお客さんから情報提供という形で、えー、お詫びもらってるマクドナルドの方からもらった文書ですとか、そういったものを受け取ってる社がたくさんあると思います、これからもその都度出てくると思います、それが今後もずっと続いた場合でも、個別の案件だという同じ対応を取られるつもりでしょうか。 私どもの対応はですね、ですから、こうした問題を解決するために、お客様にきちっとご報告を差し上げる、それはお客様のご希望も当然ありますので、お客様の個人的な事情、いろんなご事情に合わせて、我々は対応させていただいている、それをお客様には積み隠さずお伝えしております、ですから、そういったことに対して、お問い合わせをいただけることがあるんであれば。 あの私どもとしても、それは必要な対応をさせていただこうと思っていますこれが数十件と続いた場合であっても、それは適切な対応だと言えますか。あの点数そのものということではとでこの、この対応がどうかということよりも、その一つ一つの内容の与える影響度というのが、われわれとしては非常に重要なポイントだと思っておりますので。 そういった中で、皆さんに広く通知をさせていただかなければいけない事象については、当然、必要な解除をし、ご報告をし、ご説明をしていこうと思っております、はい、でこちらの右側の列のブルーのシャツを、はい、ません弁,弁護士ドットコムニュースの渡辺と申します。 あの今回、いろいろ異物混入の件が相次いで発覚していると思うんですけれども、これはあの海外,と海外の,あのグループの会社と比べて、何かえ割合が大きいとか、目立っているとか、そういうような状況はあるのでしょうか海外のグループの会社と申しますと、具体的にのマクドナルドであるとか。 あのそういったところと比べて異物混入があの多く発生しているとかそういうような状況はあるんでしょうかえと逆に少ないという認識をしておりますあの先ほど安全に安心してあの食べられるというふうにあのお二方おっしゃっていましたがあのそういうふうにあの断言できる根拠というか理由というかあのこ,こうだから 安全に食べられるんだという理由をお聞かせいただけませんでしょうか。あのまあ私どものあのホームページでも公開しております通り、私どもはあのそのそれぞれのですね原材料の生産からまあその店舗での製造に至るまで、その一貫管理というものはですね徹底していると自負がございます。まあ残念ながらまあこういった個々の問題というまあ個々のと言いますかこういった問題が発生している事実はあるもののですねまあそういった意味でのその品質管理というものは。 徹底しているつもりでございます。それを持ってですね、えっ、ー、と自信を持って販売をしているつもりでございます。ありがとうございます。はい、そうしましたら眼鏡を着用のはい左側の、はい、テレビ朝日のや田部と申します。あの歯の混入の件で一つ確認させてください。あの先ほどあの人の歯であるということが検査で分かったとご説明があったんですが、DNA 検査はされたんでしょうか。 ね、のの DNA 検査があの例えばあの肌がついているとかということがないかぎりあの歯、歯単体ですと DNA 検査できないものですし、まあ、結論から今、やっておりませんできないです、物理的にできない状況です例えば、今、人間の歯で,、えー、でフライはされていないということだったんですけれども、例えばこれ、 人間、男性なのか女性なのか、それともどのぐらいの年代のものの歯なのかっていうのもわからないということでしょうか。こちらは分かるっておりません。わかりました、はいえー。こちらの列の、えー、後ろ、はい、その女性の歯、はい、はい、女性の、はい、日刊工業新日刊工業新聞社の江上です。 何点か質問させていただきますまず歯の件なんですがちょっと確認なんですけれども食べた方の歯の可能性というのはないんでしょうかそちらはあのないとは言えません。りましたあとですね郡山のように異物混入で健康被害が起きたケースというのは他にもあるんでしょうか。 もし可能なら件数も教えてください、はい、あの事実として、えーまあ何らかの形で、えー、外傷を負われた、まあ、あのというケースというのは過去にもございますで、それが一つ一つこういった状態と同じような形でわれわれとしてはそれ一つ一つの案件に対応させていただいております。<し>すみません先ほどの あの歯,の歯の話ですけれども、えー、お客様からはもちろん、これはご自身のものではないというふうに受け止まっておりますので、私どもとしては、それ以上、そこに対しての対応というのは一切しておりません。あの健康被害についてなんですけれども、まあえっとまあ、何件かあるということなんですが、まあ、ちょっと主観的な質問になるかもしれないですけれども、重大なケースというのは今まであったんでしょうか。 重大なケースはもちろんんございませんあの、まあ、日本マクドナルドは、えーまあ、食中毒というそういったことに対しては今まで一切、えー、起こしておりませんしそれに疑問の抱かれるような事態というのは起こしてきておりません、えー、ですからその重大なケースと言われるようなケースがあのこいつの対応の中で収まっているということはございません。 あとですねあの、過去に公表された案件で先ほどあのおまけについていた NP3 からウイルスが感染してとていうことがあったと思うんですけれども公表された案件であのそういういおまけではなくてその食べ商品、食べ物そのものの,もの,のこう異物混入などにああの商品そのものに関してこう過去に公表された案件一番近いのと何かありますでしょうか。 進んでないですね。わかりました。あと最後になんですけれども、と三沢の問題でと、まあの同じ工場で同じ製造日の資材でも99%販売してしまったということで、残り1%に関して何か調査をしたりということはなさったんでしょうか。いやえとし,しておりません。えっと言いますのはそのまずこの今回のその現物を元にですね。 工場でどういう可能性があるかというところを今、調査しておりますので、まあ、その後に必要あれば残っているその1%の部分を検査しますけれども、現時点ではしておりませんし、まあ、を中止していいいるという状況でございます保存はしてありますけれども、例えばまあ中を見て、その残りのところにもビニール片が入ってないかとかっていうのはまだ見ていらっしゃらない,い、はい、まず原因の究明が先というふうに考えております分かりました。こちらの えっと、後ろの方の。着席されておられる、一番後ろ、後ろ、一番後ろの方ですね。はい。はい、えっ、ー、と、その前の、メガネがかけたね。挙手すみません、もう一度挙手をお願いできますでしょうか。はい、そうです。はい。 テテレビ目覚ましテレビビままししの岩瀬と申します改めての確認なんですけれども、えーとまあ、自作自演とまでは言いませんけれども、まあ、勘違い、まあ、そのお客様の方で異物が混入してそれを持ち込んだという可能性は、えー、視野に入れた状態で調査というのは行われているんでしょうかそれとも完全にあの御社の方の責任というところから、えー、と調査を始められているんでしょうか。 もちろん具体的にお申し出があったときに、それがどういう状態だったかということはお客様に確認をさせていただいております。であとは、ただそれがどんな物質であり、どこに入っている可能性があるのかということの調査は、私どもの責任を持っている範囲を中心に行っております仮になんですけれども、結果として、御社のえっと製造ライン上では、確認ができなかったという結果がまあ調査結果として出た場合というのは、 どのような結論をこう発表されるおつもりなんでしょうか。あの、それは事実をお伝えする以外にないと思います。ですから、あの、それがあ、どうしてそういう結論に至ったのか。どういう調査をした結果、そういう、そういう結論にならざるを得ないのかという形でご説明をすることになります。基本的には、そこで調査が終わるという形の認識ですかね。はい、調査そのものは、その時点で終了いたします。 あ最後にあの1つあの、そのようなあの、えー、申し出があった案件、まあ、ゼロではなかったというお話だったんですけどこれまでもあったということなんですけれども、あの調査をした結果で、あの製造ライン上ではほとんどそういった可能性がまあ見当たらないという結論に達した例というのも、今まであったんではないかと思うんですけどその場合というのは、どのような報告をされてきたんでしょうか。 あそ,それも、ですからそういったかた、どういう物質であるかというのを、何をもとに判断をし、それが混入している可能性のありそうな箇所をどういう形で、えーまあ、実際に調べ、その結果、それに対しての可能性の見られるものがなかった場合についてはです、ね、可能性があるところは見つ,か見つからなかったという事実をお伝えしておりますそういった案件は、これまでもあったという認識でよろしいでしょうかも,もちろんそういう案件はございます。

郡山の例なんですけどもお子さんの怪我の程度おそらく口の中を切ったのではないかと思うんですけどいかがなんでしょうかそれでお子さんのお年とか男女分かれば教えてくださいえと2点目がえ店舗での混入の可能性もあるということなんですけども店舗内での異物混入に対してどんな防止策を取っていたのか具体的に教えてくださいえ3点目はえと中国の鶏肉の問題を受けて以降工場で安全安心の対策を取っているということなんですけども 中国の問題以降で改めてこの辺を強化したっていうところを具体的に教えていただきたいと思います。この3点お願いします。はい、ありがとうございます、えー。まず郡山の件なんですけれども、あの先ほども冒頭で申しました。通り、まあ、お客様にはですね。まあ、ご心配をお伝えして、あのー、まあ、お伺いはしているもののまあ、お客様の方からはあのー、まあ、大したことはないというお言葉をいただいております。 ですからちょわれわれがですねあのその状況というのは把握できていないあ、お聞きしたんですけれども、まあ、伺うことができていないという、そういう状況でございます。でまあ、年齢なんですがで、この年齢に関しても、ですねちょっとあのお客様の方からはちょっとあのお聞かせいただけてないという状況でございますので、ちょっと分からないです。でえー、と店舗防止策なんですが、えー、とこれはですねあの店舗に存在します まあ、いわゆるいろんなそのものがあるわけですけどこれも数年前からですねあのなるべく混入しそうなもの例えば木製のものであるとその木片が,木片が入る可能性っていうのは例えばですけどあるじゃないですかそういったものは一切排除するとかですねそれとかそのあの金属製のものであっても例えばその何回か使っている間にその金属の破片が飛び散る可能性があるようなものというのもこれも全部排除するとかですねそういったものをえっ、ー、と 店舗ではやっておりますでなおかつそこに対してですねあの監査を、えー、と重点検査という言い方をしてるんですが外部の専門家によってその店舗をも訪問してそれがちゃんと守られているかというような監査をずっとやっております、えー、と最後のご質問が、えー、と中国の発生以降ということですけれどもこれもあのまずは私どものそのベーシックなそのグローバルの,のスタンダードですねこれのまず徹底というのをまず 昨年えっとまず行いました。でそれに加えまして昨年もあの発表をさせていただいたんですがあの私どもによるですねあの無予告監査これの実施をですねえっと昨年の10月から行いましてこれは引き続き継続して行っております。でそれとその外部専門家によりますえっとそのまあ 我々のプロセスの見直しというか再検討というようなそのディスカッションというのもやっておりますしもう一つお話しさせていただいたのがまずはその新宿の我々の本社スタッフのですね再教育ということでこれは12月全員をですねあのそのラーニング e ラーニングといいますかそのもう一度食の,の教育をトレーニングをし直したところでございます。 こちら店舗の対あの店舗のえっとスタッフに対してもまあもうすでにあのこういったリマインドの活動はしておりますが店舗のスタッフに対しても今年えっとやって行やっていく予定でございます。はい。一番前の。はい。テレビ東京の内田と申します。よろしくお願いいたします。えっ、ー、とですね個別の件であの三沢店のケースについて伺いたいんですがえっ、ー、とリリースの方にも。 当該物の成分分析を第三者機関にて調査ということなんですが、この第三者機関での調査結果というのはですね、何かしらこう公表しないんでしょうか。公表しないと調査の意味がないような気がするんですが、公表性という意味でどうなんでしょうか。えっとまあその先ほどもまあ何度も申しました通り、そのリスクがの非常に大きく影響する場合にはあの広く影響する場合には。 万が一です、ね、公表させていただきますけれども、これが個別案件ということであれば、この上あのその検査の結果、およびその混入の経路等の我々の調査結果をお客様にあの説明をさせていただいて、まあ、ご理解いただくという予定でございます今の時点では、その調査を待っているという理解いうはいそうこます。なお、ちょっと教えていただきたいんですけれども、大きな品質問題である、品質問題の取り組みとですね、 一軒一軒の個別の指摘の対応というのは違う種類の違った対応であるとただ、例えばその品質問題とですね例えば個,別個別の例えばビニール片が入っていたとかそういったもの個別のビニール片が入っていたという問題は十分、これ品質問題なような気がするんですねそのマクドナルドという商品に対する影響ですよね。お客さんがこれ本当に安心してて食べてもらえるかというのは それは十分品質問題だと思うんですがそこをわざわざこう分,ける分けて公表する、公表しないを判断するというのはどういったところにあるんですかどうういったこあの考え方なんでしょう、はいえーまあ、私どもの、まあ、こうした品質に関わる問題あのそういった点で、えー、異物が入るというのも品質に関わる問題でございますで、えー、その問題についてそれがどのような形のお客様への影響を及ぼすだろうかと。 ということをわれわれは、あのまあ、社内の基準を、まあ、専門家とも相談のうえで、ー、持っておりますで。それに一つ一つの案件を当てはめながら、あそのつど必要な対応をするという、そういう体制で、えー、今までもやってまいりましたし、えー、今回もそういう形で進めております左側の列の、はい、今、挙手をされておられる。はい たびたびすいません、フジテレビの木村です、えー。これまで会見を聞いてきて、まだちょっと不安が拭えない部分が1、消費者としてあります、消費者、それからテレビ、新聞、ニュースを見る人に少し安心をさせる言葉が欲しいというのが1点と、あとは品質管理上、一連の一括管理を行っているので、そこに関しては自負があるという話がありましたが、今まで何か個別の事案があってから、まあ、ど 後手後手にというか、それがあってから対応するという件が、まあ、今の段階だと思います。より先手を打って、これから危機管理に対して、具体的にどういった行動を起こすか、この2点についてお願いします。はいあの まあお客様に対してはあの私どもの店舗をご利用いただいているお客様には本当にあの感謝を申し上げております。で今回こういったことでご心配をおかけしたことを改めてお詫びを申し上げます。お客様に私どものお店でご食料をいただくことにより安心感を持っていただくためには私どもは結果で示すしかないというふうに思っております。こういった問題の発生をもうあの限りなく減少していき こういった問題に対しての対応を一つ一つ再発防止に向けて動いていくその結果お客様にそういったことをご理解いただけるような形に努力をしていく所存でございますあの我々の品質の対応につきましては品質を確保するために一つ一つのプロセスを積み上げて作り上げているプロセスがございます ですからそれを毎日毎日それを高めていくという努力をするとともにまあ一つ一つこういった案件があったときはそれに誠実に対応させていただくそれで先ほどから申し上げているようにこの品質にかかわらず私どもとして責任のある対応をする必要があるレベルに応じて私どもは適切な開示を適切な時期にしていくということは続けていきたいと思っております。ではすいません 例えば、ナゲットで今こういうものがありました、これはもしかしてポテトにも応用されるかもしれない、こういうことが起きる恐れがあるかもしれませんと、そういう他の部分に対しての,その事前にこれからやっていくべきことっていうのは情報として開示されないんですかあの一つあの、こうした案件を防いでいく、われわれの取り組みはですね やはり我々のすべてのプロセスの日々の改善品質保証のレベルを日々上げていくという形で達成できるものだというふうに信じておりますですから何か一つの施策がすべての問題に対して有効な手立てであるのかと言われますと私どもがこれだけいろいろなプロセスの中で多くのお客様に食品を提供している中でそれを一つ一つ 対応していくのがわれわれにとってやるべきことでありますしそれが保証すべき道だというふうに思っておりますはい続きまして、はいえー、とこちら右側の真ん中のマスクを召された女性の。はい TBS の山城と申しますよろしくお願いしますすみません、先ほどですね、まあ、お客様により安心感を持っていただくためには結果で示すしかないとおっしゃったんですけれども、まあ、今後もですねこういった異物検入の件数を公表されないということを先ほどもおっしゃってまして、まあ、結果を、まあ、お客様は見ることができないんじゃないかと思うんですがその点はいかがでしょうあの。お客様にはこういった事象が 一件でも少なくなくなっていくこういった事象をお客様からお問い合わせをいただくような件数ことがなくなっていくという状態を我々としては常に目指して日々、努力をさせていただきたいと思っておりますまあその目指した結果についてお客さんは分からないんじゃないかということなんですが今後、この件数について公表されるおつもりはありますでしょうか。件数については ここでご公表させていただくことは差し控えさせていただきます。申し訳ございません。まあその理由を改めて教えてください。あの一つ一つの案件がですね非常に個別の内容を含んでおりますし、それに対していろいろな見方がございます。それとそれがあ事実がどこまであるのかどうかというのもまたこれはいろんな見方がございます。ですからそういったことを全部踏まえたときに正確な情報というのは何かと言われますと。 非常にそこはいろんな疑問が生じることだと思いますのでわれわれとしては全体としてどうですかという議論ではなくて個別の問題をどう対応しているかという形でお客様に接していきたいと思っております読売新聞の播磨と申します。 えっとちょっと確認なんですけれども、あのサンデーの件ではえっと全店舗にメールで、あの組み立ての時に気をつけるようにというふうに注意喚起をしたということでいいんでしょうか。はい。あでいそそれ、それはいつでしたっけ。六、えー、日だったかな。えっ、ー、と、異物混入の時、一月六日ですね、森さん。六日ですね。六日です。はいはい えっと、ですいませんあの細かいことで恐縮なんですけどそのアイスの,あの取り付け忘れたパーツがなかったためにあの付け忘れたことにあの従業員の方も気づかなかったということなんですけれどもそれはすごい小さなパーツで見つけにくいということだったのかなんか偶発的な何か原因というのは分かったんでしょうか。 あとですねあのすみません、えっと、もう1つ、えー、あの会見の冒頭であの年間12億人12億人のお客様があのいらっしゃるってこれは延べ人数ということですかねはい、はいあと、そうでございますすみません個別の事案なんですけど1月3日、そしてあの去年の12月31日にあのチキンマックナゲットからあのビニール片がそれぞれあの出てきた。 片方の,あの東洋町の方は透明ではありましたけれども、まあ、ちょっとあの近接しているなというふうにあの、まあ、素人目には見えるんですけれどもこういうことっていうのはあの、まあ、よくあるというかあの、まあ、こ,れこれまであの件数を発表しないこというふうにおっしゃっているのであのなかなか比較が分からないんですけれどもこういうことっていうのはありうることなんですか なんかあすいませんあのもうちょっとあの詳しく質問しますとあのチキンマークナゲットはタイの工場で製造しているんですよねだこの、えー、と三沢店も東洋町店も同じ工程で作られているものということなんですよね。はいいそうでございますでここに関連性があるかないかというのはもちろん今あの調査中ではあると思うんですけれどもあのここに関連性があった場合はあの大きく公表する。 とということでいいううこででんしょうか、はい、関連性があって他店舗のあるいは他のナゲットにもです、ね、影響を及ぼす可能性があるという万が一そういう判断をした場合には公表をして販売を中止して入れ替えるというようなそういった対策あのアクションを起こしますただ今回の場合ですと、まあ、まだ途中ですけれどもミサー店は青色で今回の,その東洋庁はその透明のものであったということですので、まあ、違うであろうというふうに判断はしております。 すみませんあと基本的なことかもしれないんですけどあのチキンマークナゲットを作っているのは、えー、とどこの工場で何箇所かというのをタイにあります工場で、えー、と2社ございますでカ,ーカーギル・カーギルタイランドという会社とマッキー・タイランドというその2社でございます。工,工場の箇所数も あの二社で二箇所ということになるんでしょうか。カーギルタイランドはもういあのもう一工場はあるんですけど、あのそこはあのもうそのボリュームがですね、あの例えばあの期間限定の商品が入ったりしたときに作るものですから、チキンナゲットはいあの一工場だけでございます。ありがとうございます。えっと一番後ろのはい左側の列の一番後ろのはい。 宇宇とと申します申ししまますす、えっとえー、チキンナゲットについてなんですけれども、えー、っとあの現地の、えー、工場というのはあの、まあ、人為的にもし入れられたとしたっていうことをあの考えたという点であの質問なんですけれども、えー、労働環境というのはどういうものなんでしょうか、えー、っとその労働葬儀ですとか、えー、ストライキというものが頻繁に起こっているものだが とかですとか、えー、とあとは、えー、末端の、あのー、アルバイトあの社員の、えー、給料などどれぐらいなのかというのをお聞かせください、はいえー、とまずですねあの先ほどちょ少しお話ししましたけどあの私どもはあの監査をしているわけですね1、まあ、つは外部の機関による監査そして我々のによる監査というのも、まあ、昨年10月からスタートしたわけですけどその監査の項目の中にです、ね、あの工場の状態 えと生産プロセスだけではなくその従業員の,その,あの働く環境というのも監査に入れてございますそれがないとまあご心配のとおりですねあのいわゆる、えー、となんか、えー、その不満があることによってというのもありますのでそういったその監査を行っております具体的に申しますとその従業員の方とインタビューをさせていただいてどういった不満があるとかないとかですねそのようなお話をさせていただいてもし心配がある場合というのはすぐにそ,のそれを 私どもにも連絡をいただいてそれを詳しく確認するという状況なんですがあのこれまでのその監査の結果あるいは私どもが訪問してその監査をした結果によりますとそういった問題はございませんでしたでも当然あの私もあの訪問はしておりますがそういったことはないとまたあのそのどういったその賃金であるかというところはちょっとすみませんあの私も存じ上げませんのでお答えできません。 こちらの列の一番後ろの右側の一番後ろのマス,マスクをかい。はい 文化放送の吉田と申しますよろしくお願いします一つ教えてください連日のあの異物の混入のニュースでマクドナルドファンの皆さんというのはとても心配していらっしゃると思います異物が混入しましたという連絡ではなくマクドナルドさんの商品は大丈夫でしょうかという心配のお問い合わせというのは入っていますでしょうかもし入っているようでしたらば何件くらい入っていらっしゃるか教えてくださいまた逆にマクドナルドさん頑張ってくださいという励ましの 電話などがもし入っているようでしたらこちらも何件くらい寄せられているか教えてくださいお客様サービス室の担当の山内からお願いしますお客様サービス室と品質調査を担当しております山内でございます 本日のデータはまだ取れておりませんけれども、昨日、一昨日で約80件ほどお声をいただいております。まあ、中には厳しいお声もありますし、頑張ってくれという声もありますし、まあ、単純にどうなっているのというお問い合わせもありますし、そういうものがまあ織り交ぜた状態で80件ほど。 本日も同等ぐらいは来ているというふうに中間報告は受けております。以上でございます。ありがとうございます。えっと今補足させていただきます。えっと昨日が八十件で一昨日が二十件でですね。ですので合計でこの二日間ですのであの約百件ぐらいのあのお客様からのお問い合わせを頂戴しております。失礼いたしました。はい。青いファイルをはい。 テレビ朝日ワイドスクランブル」の寺川と申しますえっと確認にはなるんですけれども、えー、まあ一番最初に私質問させていただいたときに今回発覚したもの以外にもさまざまなケースへの報告はそれなりの件数あるというお話をいただきましたであのこれまで会見の内容質疑応答の内容を聞いていますとまあそらくなんですけれどもクレーマーであったり えー、あるいはもう勘違いなんじゃないかもうどこに責任の所在があるのか分からないんじゃないかというような、えー、そういう報告の件数が多いのかなという印象をちょっと受けてるんですね、まあ、例えば飲食店であれば髪の毛がご飯の中に入ってましたとなればその時にその髪の毛がそのお客さんのものなのかお店側のものなのか分からなくてもお店はその場合にはおそらく誤ってあのお代はいりませんというようなケースも多いと思うんですねだそういういつまり あのどちらに責任があるかは分からないけどそういう、まあえー、と報告が上がった時点で丁寧に対応するということをマクドナルドさんやってらっしゃると思うんですがただ、その中で、えー、完全にこれは日本マクドナルドさんに責任があるぞというようなそれも異物混入に関して今、公に発覚しているもの以外でこれまでに。 そういうい件はあったのかなかったのか、件数は結構です、あったのかなかったのか教えてください,、はい、あのいただいた異物を検査して、それとほぼ100%間違いなく、これに当たると思われるもの,にものを確認できたケースはございます、でそれはあの工場の製造工程のケースもありますし、店舗のケースもございます。 それはこれよりも過去にあったと。はい、あの過去にございました。はい。わかりました。ありがとうございます。こちら、はい、じゃあ、左側の列の。前から二番目の一番、右側の。読売新聞の伊佐治と申します。何点か、三点ほどお聞きしたいんですけれども、あの、まあ、ちょっと重複するところはあるかもしれないんですけれども、今回の一件を受けて。えー、まあ、会社としてですね。こういう異物混入に関する。 発表の基準みたいなのを考え直すとか見直すとかですね、そういうようなお考えはありますでしょうかというのが1点と、ちょっと回答願いますでしょうかあの私どもの品質等に関する公表、まあ、ご説明の判断については、もちろんつどつどご専門の方のご意見も受け止まりながら、 それと監督、省庁ともご意見を伺いながら適正の水準というのをきちっと守っていこうと思っております基本的にその現状から今回の,、まあ、あの会見を受けて変更するような考えは現在のところにないというふうな理解でよろしいですかねはい現時点でそれを変えるという決定はしておりませんあと,に、えー、と事実確認なんですけれども単位の,の工場の,あのビニールの確認なんですけれども 今その問題のナゲットに混入したものを成分分析してその上でタイの工場で使われているブルーのビニールもいずれも成分を調べてそれと合致するかどうかを調べているというような理解でよろししいいいででょうかはそござますこれはいつぐらいまでに回答が出る予定なんでしょうか来週中には出ると思います通常1週間から2週間分析検査がかかるものですから。はい ええと、あと一点、あのタイに、ええと、二社、あの。現地のナゲットの製造をしている会社があって、あるというふうに伺ってたんですけれども、今回の問題で調査の対象となっているのは、どちらの会社の。どこの工場かっていうのを教えていただけますか。そのカーギル、タイランドの方でございます。なんか所あるっていうふうに伺ってたんです。なか、どこにあるとかって、もし分かれば。えっと、サラブリという場所なんですけれども。サラビ。はい、サラブリという場所でございます。サラブリです、ね。あ、さ、さ、サラブリでございます。 分かりました。はい、以上です。ありがとうございます。はい。続きましてご質問はい。そちら、えー、左の一番奥の、えー、左の一番奥の列の一番後ろの方の女性の挙手をされている。はい。日本日本テレビ真相報道。 日本テレビ真相報道番記者の中島と申します、えっと、先ほどからお話に出ています、えっと、昨年10月に発表された研修の関連でお伺いしたいんですけれどもこの10月に発表した全従業員対象の研修というのは結局どの程度進んでいるんでしょうか、えっと、先ほどのお話にあった新宿の部分以外の全店舗がこれから研修をするということでしょうか。 はいまずは新宿本社のスタッフ全員これが12月に実施を行いましたであの店舗のスタッフに対しましては、えー、今年の4月から6月にかけて実すする予定でございますこの研修がもしその例えば東洋町駅前店とかで,です、ね、終わっていればその、まあ、上司への報告がないとかです、ね、そういったこともなかったのかと思うんですけれども研修をやると決めて、まあ、実際やらないうちにこういう事態が起こったことについてはいかがですか もう一度、はいあのまあ、その点も一つの原因と受け止めて反省はしております、一、まあ、日も早くです、ね、その辺のトレーニングを実施することによって、もう一度、まあ、それ以前にあのこの研修とは別に、ですねあの日頃からそういったリマインドはしてい,るしていたつもりなんですが、もう一度再、あの徹底を今回いたしましすみません、ちょっと補足させてください。あの 店舗での研修というのが、この前発表したもの以外に一切存在していないということではございませんので、基本的な食の安全、品質についての研修は従来からも行っておりますし、それを定期的にやっていく、それを強化するというのが、前回お話しした内容でございますその強化分の研修というのは、本社の方がやられるものも、全店舗の方がやられるものも、基本的に e ラーニングで行うということで、よろしいんでしょうか。はいいそうでございます ありがとうございます。はい、続きまして、挙手。え、まだどなたも挙手。あ、はい、一番前の。左から三番目の記者の方。すみません、フジテレビの藤本です。一点だけちょっと確認したいことがありまして。あの、先ほど最初の方の質疑を取り、三例の。 県でセットし忘れたパーツを発見できずにそのままだったとおっしゃったと思ったんですがこれは、ということはあの従業員の方はセットし忘れていたことに気づいていたんだと思っているんですがどちらなんでしょうかそのパーツが足りていないことに気づいていたのかそれとも調査をして初めてセットが足りていないと気づいたのかセットをしていない状態で使っていることを。 その店舗の方はご存知だったんですかえと店舗のスワープはその時点でお、えー、店舗をされている人には気づいていなかったただし、うん、私たちのメーカーがすぐに立ち入り入りましたもちろんその店の保健所も一緒に入っています,すか私たちのポリシーとしてはまず保健所さんと行動することもう一つそのメーカーであるシェイクマシンを使っているこのシェイクマシンはマクドナルドだけではなくて世の中で多くのオープーテーンも使われているマシンですの そのメーカーとしてに確認をした結果、そのパーツがないということを発表しました、うん。そうですね。では、はい、さ,さっきえっと最初の時に言われたようなそのパーツを発見できずにそのままだったっていうのはちょっと表現誤りということですか？はい、あのそのですから厳しい検査をして他のお店ではもちろん写真を持ってこのような状態が正しいですとことは申し上げましたと定期的に調査をなさってす。パーツも定期的に,にしここにはお金をかけて安全を守るためにの達成者をしています。 だか、えー、ら今回の場合はその一つの件がそのお店で起きてしまいましたですから現在していきますてもてなおかつ保健所とも面接にコンタクトを取りお客様の体を心配してお子様のことを一番に考えて行動しているのが現在のお二たちの立場ですではパーツをし忘れたままそのままということではなかったんですねです気づいていなかったということですね。ああそうでですねました,、はい、ただののの立との立ちちいの元でっていました わかりました。ありがとうございます。一番、二番目の、右側の方の、二番目の。グレーの、はい、お召し物。はい、そうです。日本テレビの、すっきり西村と申しますが、一点ちょっとご確認なんですが。あの、クルーの方たちに、今回の件について、口害しないようにというような指示があるという話が。出てきているんですが、そういった事実はありますでしょうか。 例えばお店の中の体制ですとかそういったものを例えば取材ですとか誰かに聞かれた場合にはそれを口外しないようにというふうに言われたというアルバイトの方がいらっしゃるんですけれどもそういったことは起きているんでしょうか。あの、まあこののにに関わららず、えー、私どもはは、まあ、皆様からの取材のご要望に関しては 必ず本社の広報を通していただくようにというお願いを常にしておりますので、その流れの中で、そういうメッセージとして伝わったということはあると思います、あと、あの一つ一つの案件は、その一,人一人一人のお客様との間でのお話をさせていただいている内容ですので、それを、まああの、そこに関わる人間が、いろんな形で外に対して発言をするというのは、逆に我々としても責任が果たせないことだというふうに思っております。 えとはい、後ろの後ろ、一番後ろの挙手の、はい、されていそト、はい、です、はい、朝日新聞の斉藤です、えー、それ個別案件ということについて、ちょっと確認なんですが、ミ、え、サー店のこれも個別案件ということというご回答だったと思うんですが、つまりこれは公表の予定はそもそもなかったということで、という認識でよかったでしょうか。ね、あの調査ののまだ途中なものですから ただ今の時点でですね、これはあの拡張性は低いだろうという判断をしております。ただ調査結果によってですね、もし拡張性があるようなものである場合には公表はさせていただきます。はい。その販売中止という判断についてもあ使用ごめんなさい資,資材の使用中止ですね。これも個別案件ということでも、元々は予定はなかったということなんでしょうか。 この対応を変わらないということ今回の三沢の件でございますね。三沢の件で、はい、あのミサの件については、あの先ほど申し上げました通り、そのその実物を我々が拝見をし、えー、それで起こり得る可能性をそこで、えー、判断をした結果のおアクションの一つでございます。はい、あ左左奥、あごめんなさい見えないず。 りの方失礼いたしました。はい。すみません。ニコニコ動画の七尾と申します。よろしくお願いします。すみません。あの、再度、歯の件なんですけども。ちょっと、改めて、ちょっと確認させていただきたいんですけど。あのー、マクドナルドとしては、その、歯が混入されたって。まあ、その購入、ポテトを購入された方には。謝罪をされてるんですか。どう、どういう今、関係地にあるんでしょうか。もう、この問題は。 マクドナルドと購入された方の間では決着がついている問題なのかあるいは決着がついたとすればどういう形で決着がついたのかそれをちょっと教えていただけますでしょうか、はい、あのこの案件につきましては調査の結果を文書にしてお客様に対してご報告を差し上げました。でもちろん一一つ一つの案件ににに対してはそこどどういううういい事実がありどういう背景がああり背景るかに関わらず お客様にはご心配をおかしているという事実はありますのでそれに対してのお詫びはしておりますそれは何に対するお詫びですかでいやというのはですねあのこれ訴訟,訴訟社会だとこれ大変なことだと思うんですね、それは何,に何をお詫びしたのかというのをちょっと明快に言っていただきたいんですけえそれはあのそういうような案件をお客様にからいただきそれに対してお客様が、まあ、あのご心配をなされたこと。 それに対してお客様がいろんな形でのご不便を感じられたことですから、これはそのお申し出をいただいた事実が結果として何であったかということと我々がお客様のご来店いただくお客様に対してそういった形で謝罪の意を伝えるということとはそれとはまた別だと思っておりますそういった状況を生み出したことそういうお手数をおかけしていることに対して私どもはまずはお客様にはお詫びをさせていただいております。 あのまあ、クレーマーの話を先ほどしましたけどあの、まあ、誤解ないように言うとその,その方がクレーマーだと言っているわけじゃないんですねであのじゃあ今回の歯の,の件はクレー,マー,クレーム要するに根拠のないクレームではない件だという理解でよろしいんですかそれともまだその可能性はあるんですかそれは全くないんですか。 結論としては、えー、原因に関してはあ、残念ながら不明であったという結論でございますあの先ほど、ちょっと重要なことをおっしゃってまして、例えばそのクルーの、その工程上はないけれども、お店の,その働いてる人の何かが、その要するに故意にっていう可能性もなかおっしゃってましたけど、もうそこはもう追及しないということでよろしいんですね、追及しないんですか。 故の可能性があるかどうかも含めて今回調査をした結果私どもとしては具体的にそれが原因だというふうに特定できる事象には残念ながら行き当たらなかったというのがこの件に関する我々としての結論でございます分かりましたでちょっとこれは大事なことなんですけど今ネット上でですねさまざま例えばアルバイトの人が実は内部こうなってるんですよとかあるいはもしかしたら事実でないことをいかにも事実であったかのようにですね こここういういととをされたんだってことはネット上でやっぱりバンバン上がるリスクっていうのは非常に高まってると思うんですけどちょっと今回の件は置いといてそういったリス,クもリスクも今回の件でですね増大する可能性はあるわけですよなのでそれに関してはですねマクドナルド社もある程度毅然とした態度を取らないとそういうリスクを増大させる可能性があると思うんですけどそれについてはいかがですか もちろん従業員に対してはですね従業員としてのあるべき行動それに対してそれが持っているその社会的な影響ということについては常に話をしておりますし教育をしておりますしそういったことを考えられる環境を店舗でも日々努力して作り上げておりますですから、あとそのお客様からのご指摘がそれがどういうものだったか。もちろん お客様とお話をさせていただいた結果、お客様の側がこれは違うというふうにおっしゃっていただいたケースももちろんございますしあのただ、私が今申し上げているのは結論としてお客様と我々とでこれが間違いないということで合意できない原因になっているケースというのは残念ながらございます。でこのののののケースははそ一一つかもしれまませんんありがとうございます、はいす真ん中の列の一番後ろの、はい あの水産タイムズ社、橋本といいます、今回の騒動によって、その退産、タイで製造するということのマイナスイメージが起こるような懸念は抱いていらっしゃいますか、まあ、もし万が一、そういう退産もあ、あのー、危ないんじゃないかというようなイメージがもし、醸成されたとすれば、他の国で製造することができるんでしょうか、教えてください。 はいえー、とあのまず調査の途中段階ですから、これがどういったものであるのかというのは、それ次第であで考えたいとは思っております、であの,他の国の可能性というのはどうなのかというお話ですけれども、あの前回の、えーとまあ、ナゲットの、昨年のナゲットの問題の時にもお話しさせていただきましたけれども、あのブラジルからの輸入の検討というのは引き続き行っております。はい、あた,ただ一方で タイの工場については、われわれとしてその品質を管理するためのすべてのプロセスを従来以上に徹底して進めておりますし、私ども自身でも定期的な監査を続けておりますので、私どもとしてタイの工場に大きな品質に関わる問題があるという認識は今のところ全くございません。はい、一番前のの真ん中の 改めですみません、弁護士ドットコムニュースの亀松と申します、えーと。金銭賠償についてお伺いしたいと思います。あの昨日、当方であのマクドナルドさんの広報に取材させていただいたときに、えー、三沢店での対応として、えーと、男性客に対して謝罪をした上で、返品・返金の対応をしたと、金銭を返しするという対応をしたというふうに伺っております。で今回あの発表された四件についてですね。 金銭に絡んで、まず返金の対応されているものはどうなっているのか、でそれからその仮にそういう返金あ、お金を渡すという、支払うという対応があった場合に、それはいわゆる損害賠償としての性格であるのかどうかということをお伺いいしたとまずですね、東洋町駅前店に関しましては、 こちらからの平均のお申し出をさせていただいたんですがこちらはお客様の方からお断りになられました、えー、と次の、えー、と郡山朝霞店なんですが、えー、とこちらもこちらもです、ね、お客様の方からはお断りになられました。 でもう1つの、えー、と関西の大阪の店舗なんですが。 情報が1つございましたあの店舗ではです、ね、あのバリューセットの食事券をお客様の方にご提案をさせていただいたんですけれどもお客様の方はお受け取りになられなかったということがございましたので私の方から補足させていただきます,、はい、ますそうするとあのこの4件について言うとあの最初の三沢のここの中での三沢の件です、ね、についてだけお客様の方が受け取ったという理解でよろしいでしょうか。 でただ4件ともです、ね、あのマクドナルドさんとしては返金をす、まあ、申し出たということですけれども、その返金、お金をお渡しするという性質は、いわゆるこの損害があったので、賠償しますと、そういう意味づけなんでしょうかあの具体的にです、ねえーまあ、お客様があ、まあ、お,代お代金をお払いいただいて、 表見ていたものがお客様のご期待に沿えなかったというそういう事例でそれに対してそれの具体的な理由としてこういうものがありましたというふうにおっしゃっていただいているケースでございますのでそれはあのそこの表見ていたものが満足いけ,るいける状態のものをお渡しするという意味で返金の場合もありますし違うものとお取り返しするということもありますし先ほどの例のようにそういうクーポン券をお渡しすると。 ですからあくまでも、そこでお支払いした代金に対してのご満足がいただけていない、それを具体的にご提示いただいた、それに対して私どもとして、必要な対応としてや,やらせていただいております。そうすると、いわゆるその債務不履行、ないし不法行為に基づく損害賠償というものではないという理解でいいでよろしいすかあ損害賠償という認識のもとで行っていることではございません。はい分かりました いかがでしょうか。ご質問よろしいございますでしょうか。はい、えー。それではですね、あのこれにてあの会見を終了とさせていただきます。あの本日は大変お忙しい中おさまにいただきまして誠にありがとうございます。これにて終了とさせていただきます。失礼いたします。